も寝ちゃった男です脱 <laughs> 速に対抗して50時間配信してくれ脱速何時間配信したの ?35 時間なんで急に35時間配信したのあのー、マッチが最後先光花火が散る瞬間にめちゃくちゃ光り輝くように最後の輝きじゃあいよいよかいい男だったね <laughs> 配信が好きだからみんながコメントしてくれるからって言ってたフラグやな <laughs> 村毛のバロマジでやばいぞ。な、なんで喧嘩してたでも、ナソクさん頑張んないと結婚を控え、控えてるのにさ、まずくない頑張んないと。ミリオのツイート見たらわかるオッケー、ミリオじゃ。でも、配信が好きだから、みんながコメントしてくれるから、ネジ村ュやめてないよ。あの、俺と一緒にやってないだけで。でも、この前あったのはいつだっけな 無職状態の二人とプレミアのプレイオフ寝坊してくるバカと同じチームなんで、もう普通にもう無理かも早めに <laughs>。早めにやらねえとな。近日公開。なんでネ、ね、ジと喧嘩するよ。喧嘩してないあの、加藤純一の動画をやってないだけで。別になんかめちゃくちゃやってるぞ、あいつ。なんか、何やってるって言ったっけな。結構いろんな人の動画制作してるよ。一日何、あ、月2三十本動画上げてるって言ってたよ。今修行中。 か田は完全に俺のおもりしてる。エペ祭りちょっと見てたよ。オニアと地域の視点で見てて、オニアのチームが弱すぎ、弱すぎて。<laughs> そんで気がついたら寝ちゃった。あいつのせいだよ。俺が寝ちゃったろ。お、なんか、オニア大会出るんだ。見ようと思って。見たらいやなんかもうずー、最下位。もう全部最下位で。ほんで俺寝ちゃった男。なんかでもあれ、ピンが高すぎてかわいそうだったな。まあでも仕方ねえもんな。それは。そればっかりよな。 最近さ、一しく、本当に一しくゲームの腕前落ちてきてるけどさ、俺大会の成績めちゃくちゃ良くないなんでかわかる振り切ってキャリ、キャリられ力に特化してるから、運ばれ力が今人生で一番高い。一人でやってる時の俺エペックスそう弱くない最近の俺のキャリラれ力やばくない自分が活躍しようなんて気さらさらないからだもん。それやってて楽しいの楽しい。だって勝てないんだもん、上手いやつに。<laughs> 中夜逆転でどう直してますようなんかもう、 最近もう9時ぐらいに寝て、これぐらいの時間に起きるっていう、じじい特化型。今一番元気。<laughs> 一日が長く感じる。めちゃくちゃ長く感じる。<laughs> 朝早く起きるとね一、一日がまあ長い長い。この時間から起きるまでが、長く感じてすげえいいんだよ。ね、タバコやめたら体調良くなるんだろうけどな。でも、紙タバコ吸ってるより、アイコスの方が、喉の調子はいいわ。タールの問題なんだろうね。 アイコスマジで溜んでねえよ。でもさっちゃんが言ってたけど、うん、アイコスを部屋の中で捨てて臭くないと思ってるでしょって言われた。アイコスもちゃんと臭いよって。全然臭いよって。お前の方が臭いよって言った。全然臭いらしい。吸わない人からしてみるわ。なんか、うんこ臭いらしい。<laughs> 来週日本ダービーの後にメグの記念があるから、転がしてこの世を終わらせろいいよ。ダービーむずいぜー ダービー、むずいぜーあ、あれ !2400 勝ってる、あの、2番人気のあいつに賭けるか、もう俺、馬のことあいつって呼んでるからね。サツキ勝ってるあいつにかけ、賭けるか。むずいよーあれはむずいよどうするよっていう。今は考えなきゃくていい。<laughs> 今日ちゃんは日本の4年生レベルの日本語テストがほぼ解けなかったら、ちょっと俺にもやらしてよ。俺にもやらしてくんない日本の小学校4年生の、 日本語、ね、日本語テスト。あ、ジャッジアイズやりたいね。だってもうあれから4ヶ月経ってるらしいよ。終わってないねえ、俺たちすぐ死ぬな。今までありがとうね。配信が好きだから。最近 Q っていうゲ、IQ ゲームが入ってる。スチームこの時間に <laughs> IQ テストすんの俺。行 <laughs> かれてるだろ。<laughs> IQ テストは9時からだろ。小学校のさ、4時に IQ テストや,や,やばくね。もうなんだこれ え、フットボールマネージャー売ってんじゃん。これ日本語バージョンどうせねえんだろう。ちょやりてえ、フットボールマネージャー。どうせ日本、なんで日本語サポートしてくんないのこれこれ旧リマスタードこれどういうゲームなの <laughs> 金取んのかよ。本当だよな。金取るなんて、ひどくないえ、決済。あ、俺カード止められたかな、ついに。疑惑。あ、ダメだ。え、なんで怖い。 本人確認必須ペイパル3月から認証増えた。じゃあ、ペイパル行けばいいのか。お客様のアカウントに問題があります。なんで本人確認どうやって本人確認すんの情報を入力、身分証の写真を撮影、写真、えちょっとみんな待っててね。免許証持ってくるわ。よし、厚みが見えるように身分証傾けてください。これむずいよな。LINEPay もこれ結局できなかったんだよな、俺。これも IQ テストのうちの一つかあなたの顔を ガイド枠に合わせてください。くそ、かっこつけて撮るわ。よし。首を傾けてください。何これ。ガッドあ、できた弊社によるお客様の情報の登録が、えー、完了しましたので、E メールでお知らせいたします。なお、多くのご依頼をいただいている場合は、登録完了までに、えー、最長10日かかる場合がございます。はい、信じてください。二度と買いません。こんなの。もう二度とやりません。くだらないです。 そして財布がなくなりました。終わりです。ペイペイも入れてないんですかうん、入れてないよ。入れ方がわからないよ。俺ちなみに LINEPay 一週間ぐらいずーっと使おうと思って、結局使えなくてお姉ちゃんに毎回1万円送金してもらってるよ。ちなみにね。ウーバー頼めないから、クレジットカードの登録のやり方がわかんなくて。ぶっ殺したくなる、毎回。せちがらい世の中になったなって。俺姉ちゃん死んだら積む。 成長しろ、反省しろ、改善しろし、くたばれ、無職。<laughs> てめえみたいな無職に言われなきゃいけんだ。てめえが成長しろ。上司とかに言われるんだったらさ、まだしも、なんでてめえみたいな無職にそんなこと成長しろって言われなきゃいけいんだよ。てめえがしろ、ハゲ。おい、馬娘初代96決に入ったぞ、褒めてくれ。何上位96人みたいなで。まだ馬娘って人気なんだな。ね、並波が訴えてたね。なんか、どういった裁判内容かは知らないけど。 結局お前の馬娘放送あれ案件だったの。<laughs> 返してほしい。だから金。案件ってことにしよう。50万円振り込んでください。味噌菌食べてね、食いて。純が今まで言った県の美女多いランキング。いや、俺なんかさ、その、ご当地で美人を見たとか、見てないとかはあれだけど、新潟の女の子ってさ、可愛くない可愛い子多くない東京で出会う新潟の女の子って可愛い子多いなーって。 いうイメージあったな。色が白いからかな。芸能人誰がいるな、東北は可愛い子が多いイメージ。日陰新潟なんだ <laughs>。あいつ新潟なんだ <laughs>。日陰新潟なの知らなかった。可愛いじゃん。だからラーメン好き。へえ。新潟ってラーメン好き多いのラーメン消費量日本一。うーん。米のイメージが強いけど。 俺、お米し、すごい好きなんだけど、最近、コシヒカリより、なんか、岐阜県産のさ、竜の瞳って知ってる岐阜県に住んでる人いるあれ、クソうまくない米にそんなに違いなんかねえだろうと思ったけど、すげえうまい。あのー、粒がでっかいやつ。白米すっごい好きだから、粒でっかい。1.5倍ぐらい。ちっちゃい米ってさ、ちょっとべちゃってするじゃん。どうしても。でも、米自体がでっかいから、炊きたてでも、なんか、ちょっと固めに炊けてすっげえうまいんだよね。 多分高いけど。10キロで1万2二千ぐらい多分。高くない俺さ、お米にさ、お金出すっていう概念がなくてさ、実家が農家だからさ、米も自分で作ってて、自分の家の米送ってたからさ、お米にお金払うっていう概念が本当になくて、東京出てきて初めて、あ、お米ってお金払って買うものなんだって思ったのね。あるあるだよな。田舎農家あるあるだよね。高えよな、米ってな。めっちゃ。 だってみんな安いと言われてる米でも1 0キロを3000円するんだよ。1 0キロなんてさ、すぐ食っちゃうない一人暮らしで1 0キロの消費量ってどんぐらいで食べ終わる家族で食ったらすぐなくなんない米って超高いよな。2ヶ月ぐらい持つんだ。全然、じゃあ持つわ。お前ら何も飯食わねえんだな。お前もしか、持ち金が500円しかなくて腹減ってタバコ切らしてたら飯買うタバコ買う。絶対タバコ買う。<laughs> 100%タバコ買う。絶対タバコ買う。 でも、そ、そんな経験、100回ぐらいある。若い頃金なさすぎて、財布に1000円しかなくて、渋谷から恵比寿まで歩いて、あのー、帰んなきゃいけない、終電はないって時に、俺タバコか、タバコ2本買って、あの、片揚げチップ使って歩いて食いながら帰ってたもん。飯なんかより絶対タバコ。これもうタバコ吸う人だったら100%タバコ買う。飯なんて、1日2日食わなくても知らな,ないけど、タバコって1日2日吸わなかったら死ぬからね。モダ苦しんで死ぬからね。踊り狂って死ぬのね。 命の方が大事じゃないみんな命とさ、娯楽どっち取るの <laughs> お前らまともに白馬食えない広がりのくせに普段からガチャガチャ儲けってたの。キッショや死ねないゴミだ。これもうピン止めしとこう。俺が言うと角が立つからありがとう。なんか代弁してくれて。世知辛らいうのになっちまってさ、俺もなかなか言えないのね。俺の心の中を本当に代弁してくれてありがとう。ぴったし同じこと思ってた。東京都から貧困者向けの米が1 5キロ送られてきた。<laughs> 東京都からお前は貧困者だって認められたついに。おめでとう。おめでとう貧困者。<laughs> 米を送られてくんのあなた貧乏だからお米あげます。どういうシステムなのそれ。何そのシステム。どういうシステムなのでもさ、現金もらった方が嬉しくないタバコ買えるじゃんね。15キロってことは、えー、10キロ3000円だとしたら4500円。4500円もらうのと、 でもまあ、米の方がいいのか。そっか、タバコ買っちまうから、生活保護を現物支給に変えよう。こ字で言ってるんだ。道端でモコとセブンスターが倒れてたらどっち助っすけるセブンスター。モコが倒れてたら俺以外の人間も助けてくれるかもしれないけど、セブンスターが落ちてるだけじゃ俺以外は助けないから。この俺な、俺なりのトリアージがある。基準が。全然セブンスター助けるよ。この前、久々にさ、タール14ミリのセブンスターつったらさ、脳みそから汗かくぐらいうまかったわ。ーみたいな。 脳から変な汗かいた。鼻から出てきた。脳中が、ビューって。モンスターの脳中が出てきた。いやーっつって。飛び上がるぐらい、タールを感じたわ。クソうめえな、あれな。ションベみたいな味がして。ペットのままじゃ吸わない。だからアイコスに変えたの。いあのー、防音室の中で吸える。今来たけどピン、このピン何ですかあの、みんなに向けて。俺の素直な気持ち。なかなか言葉にはできないけどさ。照れるじゃん。 本当はこうやって思ってるよって。代弁してくれたの。お父さんはタバコやめたよ。肺炎になって生死様まやってやめた。ジュン、俺はもうちょっと生きたいっ,つって。そういう時にやめれるんだろうな。でも子供とかできたらやめそう。やっぱ長生きし,しなきゃいけなくなるからね。星屑ジェットのリツイート見てくれ。緑が若い女とディズニーデート写真が出てくる見て,見てみようか。俺もあるよ。もう俺もこれこれみたいな配信してくわ。緑さんが変なババアとデートしてるの見かけたことあるよ。 <laughs> 新宿のバッティング戦なタで、加藤これは違うんだ加藤って言ってた。その声がだんだん、あのー、救急車のピーポー、ピーポー、ピーポー、加藤これは違うんだ加藤加藤これは違うんだ加藤加藤これは違うんだだんだんその声が遠ざかるように俺は何も言わずに離れてった。ドップラー効果を感じながら俺は離れてったよ。<laughs> <laughs> 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 加藤これは違うんだ、加藤って聞こえてくるでしょ。<laughs> なんて幸せそうな顔なんだ。俺もなんかディズニーランド行来て、こんな幸せそうな顔になれるんだったら、な、なんでこれ、な、これ一体何なの緑さん <laughs>。俺もやれ、俺も絶対これあげよう。俺もあげよう、これ。 なんでこれ自分で開けたのもう一回見せて <laughs>。自分で見ろよ <laughs>。な、なにこのポーズは。幸せそう。すげえ幸せそう。今日は18時間も彼女と一緒にいたらしいぞ。まあでもさ、独身の男がさ、みど緑さんって結婚何年してたっけ ?2 年ぐらい俺の勝ちな、じゃあもう。3年か。はい、俺の勝ち。俺がもう2年ぐらいだからな。 相手19 <laughs>、19歳なんだ。やば。27個下。俺が11歳と付き合ってるのもんか。小学校5年生と俺が付き合ってるみたいなもんでしょう。これ配信者さんなの女は。そうなんだ。まあ、18歳超えてればまあ、犯罪じゃないからよかったわ。今日彼女に振られました。辛いです。10も振られた時どうやって乗り越えてきましたから。なんかごめんな。そんなお前が女に振られてる時に幸せそうな46歳見しちゃって。なんかごめん。 前はもっとキモいとか言ってたのに身内にハマく,くないかい別になんかもうどうでもいい。自分がそういうことしなければどうでもいい。もう止めらんないじゃん。激キモだけど。で、俺緑さん好きだからさ、なんか幸せだったらいいなっていう。幸せその顔してんだもんだって。ペイパル使えるようになってる嘘だ早すぎないペイパルがなきゃできないよなんも。行けそつくんじゃねえそう、本人確認さっきした。よかった、俺だけじゃなかったんだ。 ね、どんぐらいで解除された本人確認。長ければ10日かかりますよって言われたんだけど。この前ツイッチにアカウント凍結されて返信メールで謝ったら許してくれた。へー。なんて返信メールで謝ったらごめんなさいって。許してくださいって。意外と謝ったら許してくれるんだ。何この固定込め。いや、君に向けてだよ。君に届けと思って。小学校の頃一緒にゼルダやってた女の子に告白したら彼氏いるって言われた。断られた。わいはただの攻略本やったってこと純そうで、お前ただの攻略本だよ。 いいから黙ってさ、ゼルダのティアキンの攻略教えてやれよ。攻略本。じゃないと返信返ってこないよ。ゼルダ以外の話すんなよ。歩く攻略本が。本なんだから喋るなって言われるぞ。どうする彼氏にね、本が喋ったって言われてたら。<laughs> 超ざまあ、マジで。ちばいいや、若者が女に振られてる話聞くのが。気分がいいや。昨日、競馬でも買ったし。ちばい,いよね。 ケイチさんが配信で日課にしてる漢字読み取りテスト。いいね。ケイチさんやっぱ努力家だな。ケイチさんが5年生の漢字正当率90%の中、小学校の漢字が読めな俺もやりたいそれ。どこでやるの貿易を普通に読んでた。えーすごい貿易読めんのすごくないな中国とさ日本って漢字の親和性あるけどさ、韓国と日本ってさ、言語の親和性高くなくないよっぽど。で、ラスとかもそうだけどさ、まあユリースとかもそうだけど、 漢字読めんのすごくね韓国も漢字めちゃくちゃあるの。で、俺がハングル文字、これを読むようなもんでしょクソむずくね発音が近いのめちゃくちゃある。じゃ、教えてよ。文法が同じなんだ。選手はセンスって言うんだ。へえ。ー。約束は約束。本当？と打足は打足じゃあ。やっぱそうなんだ。チンチんも、まあ、ジーパーもそれ中国語だろ俺が小学校6年生の時に、中国行った時に、 ねえねえ、通訳なさい。ねえねえ、ちんちんもみもみってなんて言うんですかあ、ジーパーアンモーですよって言われたよ。洗濯機は洗濯機なんだ。へえ。家族は家族なの。では国が近いから似てるのかなじゃあ、日本人が韓国語を覚えるのと、韓国人が日本語を覚えるのは比較的、単語さえ覚えてしまえば、喋りやすい言語なんだ。で、僕の名前は加藤淳一ですは、英語だと、my name is 淳一加藤じゃん。 あの、ま、逆から言っていくじゃん。韓国は前から普通に言っていけば、あ、じゃあ、頭で考えながらできるんだ。単語をつなげていけば前から行くじゃん。僕、加藤淳一。あ、じゃあ、覚えやすいね。ケイチさんがやってた漢字ドリル URL 送りました。ありがとうございます。小学生以来で漢字ドリルなんてやんのスキルマドリルや、小学校4年、ね、漢字、ってことは、今俺の甥いっ子も、これやってんだな。え、むずくね <laughs> 結構難しい漢語、あのー、 単語多いぞ。自信を持って答える。手紙を配達する。紙、飛行機を飛ばす。自分の席に着く。新しい家を建てる。野菜をたくさん食べる。美味しい料理を作る。自分を動物に例える。とても仲の良い兄弟。光を当ててて、いやこれすごくないケイ読めんの 熱いお茶を飲む。日本の都道府県。育児を手伝う。人間関係が悪くなる。漢字辞典で調べる。算数の例題を出す。熱心に話を聞く。照明を取り付ける。菜の花が咲く。人命に関わる仕事。ケースはこれ読めんのすごくないっ京ちゃんこれ読めねえの逆に。<laughs> そっちの方がすげえよ。そっちの方がいいだろう。いやでもきは意外とできないよ。読みってできるけど、本当にきって、あれなんだっけって。 書きってね、一しく衰えるから。ほんとに。簡単な感じもめちゃくちゃ忘れるぜ。え、俺漢字検定何級まで持ってたっけなわかんない。忘れちった。3級って中学校で取るなんか中学校の時取らされるじゃん。3級ぐらいまで取ってんじゃないでも2級って多分超むずいぜ。俺はこの間5級取っとす。5級ってあるの漢字検定。準 <laughs> 2級ま、ちょっと勉強して準2級まで取るやついるんだよな。 英語検定とか漢字検定って。で、普通に3級までは取るみたいな。英語3級も漢字3級とちょっとお、ま、結構中学生で取らないみんな。英検の3級。で、12級からはちゃんと勉強しなきゃ取れないよ。で、2級も高校生とかで頑張っとるけど、準1級からすっげえ難くなるんだよね。取れないよね。なんか準2級ぐらいまで俺持ってた気がする。英検とか。でも漢字検定なんてマジで自己満だと思うわ。1級の問題見てみたい。 一つも解けなそう。じゃ、漢字検定。二級から行ってみようか。もう絶対わかんないよ。え、九十。気象庁によると天候は、え、なんだろうな前時かな包括。これミスったら、これ医療従事者失格。失格。条約に追従するのが、えぇ追従、追従こっちかな秋の園遊会に琴の音が、風情を添える。 先輩には何か便宜をはら、測ってもらった。彼の行動を見てると勇気が湧いてくる。え、風情違うのえ、不注意によるミスじゃないのないのこれ、ね。2級だったじゃあ頑張って取れそうじゃない押せ、押せてなかった。準1級がむずいか。いやー、むずすぎる。<laughs> でも、これもう読めないわ。なんとかの赤いジンバオリをまとう。これ何これら。ラ わかんねえ無事 <laughs> めちゃくちゃ無事中国古典の、わかんない。わかんない、わかんない。パッと読める。え、もう一個もわかんない。これ11級だって、言葉にトゲがあったかな。うわこれとか読めそうだけどね。嘆きながら走り去った。何個かは読めるけど。うわぁ変鱗とか書けそうだけどなカップ、格好の角に。 格好の格に、格服読めるけど書けないね。可能とか、脳 <laughs> は海だろ。可能のか読めるけど書けない系だな、これな。読めるけど書けない系。やっぱ順一級からレベル違うわ。マジで勉強しなきゃ絶対取れない。これ持ってる人いる順一級。あ、可能こうだ。漢字検定一級見てみようぜ。<laughs> 一つとてわからん。らまず、 あのね、問題文が読めない。古文みたいになってる。あ,あくぐっ、くぐつ、くぐつ。あ、違うこれなんだこれ <laughs> なんとかとして、もけの、なんとかのごとし。<laughs> これ読めるこれなんか、これなんか見たことあるな。赤色とかでなんか出てくるな、これ。これ赤色で出てきたな、この字。これ赤色で出てきたね、これ。回来回来ね、赤色だったよね、回来の術って。これ赤色だったね、この字ね。 ちなみにさっきの読み方は回来じゃなくて、裏びれた様。知らねえよ <laughs>。知らねえよ。<laughs> ケイチさんにこれが標準だよって教えよ <laughs> ああ、ケイチさんそれ、そう、裏びれた様だよって。それできないんだったら、ちょっと日本で住むのなかなか難しいよって言うわ。今の、裏びれた様って読むらしい。検索してみようぜ、裏びれた様で。出てこねえじゃねえかいや読みじゃなくて、意味なんだ。 今度言うわけしたった時にね、それってマジで裏切れた様だね、って。読みは雷来なんだ。うーん。あ、でも、傀来の雷だから、傀来の術の雷だから、雷来か。じゃ、まあ、頑張れば、一個二個読めそうな感じがあるなぁ。どうも、どうも、獅子粉陣ゆいが,いがいです。名前変えようかな。なんか俺も頑張れば、英検2級ぐらいは取れそう。あ、英検じゃない。あのー、関検2級ぐらい。やった感じ。11級は無理だ。でも、取ったとてなんだよね。 英検やってみよっか。さあ行きまーす。じゃ、自分が持ってる三級からいけないこれは結構中学校レベルだと思う。Have you, ほにゃらら mom birthday present yet? あなたはママに birthday present をまだあげてませんか ?contacted, invited, w r a p p e d creamed.No, I'll do that tonight. いいえ、私はまだそれを I'll do. 私はそれをします。The t と n i g h t 今日あげるよイン、インバイト招待する。コンタクト。これさ、消去法でやっていいか、俺。クライム、インバイト、コンタクト。違うな。3、適当。<laughs> えー、この前の金曜日のことなんだ。私たちは、ランチ、トゥーウェルカムザ、新しいメンバー。私たちの新しいメンバーから招待したんだ。彼はちょうど始めたんだ。ワーキングザカンパニー。うちの会社で働き始めたんだ。 スペシャルディープウィークロー。We had ホニャララランチ。熟語なのこれ。ハブはなんとかディープランチ、ウィークランチ、ローランチ、スペシャルランチ、スペシャルランチ。<laughs> なんとなく特別なランチ。Have you washed the dish yet？ねえねえ、食器まで洗ってないでしょ。洗った？Yes。I've ホニャララ、already。 tomorrow? 昨日のことなんだ。We'll go to a zoo.、えー、動物園に行ったんだ。子供たちと。They can't honour some, some of the animals there.They c a n see,、uh, touch.Some people like to fun, run.、Some、何人かの人たちが、は、働くあはは、走ることが好きな人がいるんだ。For about 30 minutes, 30分。毎えーと 毎日30分走るんだ。because they, they think it is, うわぁヘルシー my。my friend Peter, my friend Peter is, 私の友達のピーター is, ほにゃららだ,だ。He always gets a good score on his mass test. 彼はいつもゲットしている。good score をくればだな。This comic book is funny. この漫画はとても面白いんだ I, ほにゃらら a lot of. When I was reading it. 私がそれを読むとき、笑ってるんだ、4。これ答え合わせどこ全部合ってる。おおい、3級やっぱ受かるぞ、俺 <laughs> !3 級、三級はでも中学生で受かるんだ、ね、よ。2級なんだ、問題は。こっから多分、順2級はまじ一問も解けないと思う。単語の意味が分かんなくてもなんかさ、前後の文脈と消去法で解けちゃうんだよな。こっからまじで、本気でいく。The Lifeguard. at the hotel pool, t o w a r d the swimmers. じゃあもうなんかさ、主語がわかんねえもん。the lifeguard at the hotel pool. あここまでが主語。the lifeguard, ホテルのプールのライフガードは、教える、the swimmer に教える、not to, ほにゃらら there because the pool was not deep enough.there because the pool was not deep enough. 深す、not deep, 深くない。 十分すぎるほど深くないということを、乗っ、あ、乗っとってダイブだ。あんまり潜りすぎるなよ <laughs> 多分これ全然意味違うけど、大体そんな感じ。飛び込むなよ危ねえからさ、プールサイドから飛び込むなよって教えるみたいな。Greg is going to play in a tennis tournament next weekend. 先週のね、先週末のことなんだ。Greg は a s going to play したんだ。テニストーナメントに。He was only be He has only been playing for their months. So, he's very, なんとか unlikely, traditional, similar, honest. これも単語の意味わかんないとわかんないな、これ。これかん。あの、かっこいい単語をこういうとき選ぶ。トラディショナル。<laughs> これわかんない、ごめん。こういう、なんか、単語の意味がわかんないの、わかんないとわかんないのは無理。一個わかればわかるんだけどな。 ジェニー、ジェニーズドリ、ジェニーの夢は、なることだ。フェイマスライターになることだ。She wants, she wants to be like her favorite. やべえ、単語がやっぱワンランクむずくなってんな、人2級。わかんねえわ。ストラッグス。リコーディング。ニュー、ネットワーク、ネットワークスことパーパスいや、これめちゃめちゃなんか受験の時に死ぬほど出てきたパーパス。 It is 簡単なんだ。Around in big city.It is 簡単なんだ。得るのはな。Around in, この大きい、大きい街で得ることは簡単なんだ。何々のようなんだ、これ多分大阪福岡 ?Because they have of trains. この、でっかい街を横断するのは簡単なことなんだ。Such as 大阪福岡。Because なぜなら、ぜいはぶ、これね、ネットワークがあるか、あです。 ネットワークスオブトレインズ、あ、パーパスってな、これ住所みたいな意味なかったっけわかんないけど、これネットワークで言った。<laughs> the teacher, ほにゃららら the class into small groups, so they could discuss, 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 discuss these, discuss, discuss these. なんだこれ for their project. 彼らのプロジェクトをディスカッションするのは簡単なことなんだ。The teacher accept. うわ、accept ってなんか同意するみたいな意味だっけ ?wormed.divide. うわ,わ、昔だったよみたいな、これ絶対。Astin has.sad. 彼らはかな、Astin は悲しんでいる。after his girlfriend. 彼は彼女に振ら、<laughs> え ?Astin は彼のガールフレンドに振られたことを悲しんでいる。クソザマ、ま。 マジで。これ、あれだろな。おそらく、ゼルダの伝説の攻略本にされてたんだろうな。He quickly forget 彼は忘れなきゃいけない。About her 彼は彼女のことを忘れなきゃいけない。And now, he is in g o o d s p i r いや、単語の意味がわかんない。コンテンツ。え、女をコンテンツにしていいのあ、わかった。He quickly, 彼はすぐに忘れた。彼女のことを忘れた。そして彼はいい精神を取り戻した。スピリッツかな。 それかコンテンツ。c ー l ワ was very sorry for breaking his neighbors window with his baseball. ベースボール系は絶対真剣に答える。今もう適当になんか前後のここだけ読んで答えようと思ったけどこ、この単語が出てきた時だけ俺はもうマジ答えられないから、絶対答えなきゃいけないから。c ー l コ c ル l は very sorry. ものすごく申し訳ないと思っている。for breaking. 壊してしまって his neighbor. 隣人を わかった隣人の窓を壊してしまってとても申し訳なさそうに思ってるんだ、コールは !with his baseball で彼のベースボールを用いて。he went to his neighbor.he 行った。彼の隣人に行った。h o w s e to! 読めねえよ、じゃあもうこれ。he a l s o 彼はもうしないと約束した。to be more careful. 彼はとても気をつけてもうしないことを約束した。えー、彼の隣人に to の後動詞が来る。 あや、なんか、謝ったみたいな。he also, 誤って、そして、約束したんだよ。リミット限界ノードわからない。エクスポートこれ多分なんか、出るみたいな。これさ、なんか、ごめんね、みたいな言い方っけ ?1。<laughs> 多分これ正、多分半分ぐらい正解したでしょ。単語の意味わかんなくても <laughs>、これ半分ぐらい正解したでしょ。多分、5点、なんとなく、できるみたいな。英語得意だったんだよね。でももう単語覚えてないから致命的だわ。 単語忘れるんだよ。本当に。マジで単語、パーパスとかってどういう意味だっけ昨日オニアが海外のプロのハッキスにアルソクのことをアルティメットドラッグって言ってた。いやでもオニアってさ、あれすごい、あれ多分通用するからね。普通なんの、コミュニケーション、あんなさ、単語なんかどうでもいいんだよ。曲論言っちゃったら、ああいう英会話になりそう。あれすごい、マジでできないからね。あの、自分の知ってる単語とかをなんとか組み合わせて、コミュニケーション取るって、結構難しいからね。 恐れがないのがすごい。アルティメットドラッグでなんとなく通用するじゃん。英語って結構やっぱパッションだもんな。俺らはやっぱ恥ずかしさが勝っちゃって、できないんだよね。でも、あの、そんなことよりも、エイペックスが弱かったわ。全部最下位で、寝ちゃった途中で。そんなことはさておき最下位だった。スローイングボムもグレネードって言われさ。<laughs> あいつしかも中国語も結構喋るからね。マジで。あいつ中国人とも喋るからね。 知ってる単語10個ぐらいで気,気合いで喋るからね。<laughs> マジで。あいつ中国語も喋るんだよ。単語多分2、2, 30個知ってんのね。その2、30個の単語だけでコミュニケーション取るからね。マジで。で、喋れない人から見たら、えこれ喋れてんじゃねえかっていうふうに騙すのがうまい。あいつでも恥じてないから、そういう男はやっぱ、どんどんどん,どんあの言語を覚えていくんだなと思った。俺やっぱしゃ、恥ずかしいと思っちゃうから、もうダメだよね、そうなったら。 適応力が高い。海外でも生きていけるな、おにやは、と思った。炭然は、日本語が喋れない。うんこちゃんこの黄色い飲み物何ですかえ、レモンティーだよ。レモンティーって何ですかって言われて、俺はもう、うん、うん、繁盛は知らなくていいって言った。知らなくていいんだって。レモンティーなんか体に悪いから飲むなって言った。あ、この黄色い飲み物がレモンティーか。で、飲んで、美味しいっすねって言ってた。初めて飲んだって。お前普段何飲んでるのって牛乳ですって言ってた。<laughs> すげえバカなんだなと思った。俺牛乳しか飲みませんって言ってた。あいつ牛乳しか飲まないらしい。水分は。ミルクボーイ繁盛って塗るだら俺は。俺牛乳しか飲んだことないんですよねって。だから背伸びたんだろうね。繁盛、顎長いのにあんなに明るいの、ね、意味分か意味わかるだろ。<laughs> 顎長い奴は全員暗いの。暗くあれってことお前顎長いんだから暗くあれよってことなかなかいい思想をお持ちで。今日河川敷行かねいいね。外晴れてる外配信でもする 今日雨か。じゃあやめた。河川敷で普通にストリートファイトしようかなと思って。俺ってはっきり言って喧嘩くそ強いからさ、二三人ぶっ飛ばして帰っ,こ帰ってこうかなと思って。俺い、ちなみにまだ路上で負けなしだよ。久々に血がうずいてんだよね。くっ飛ばそうかなと思って。できるだけ治安の悪いとこ行こうかな。かつさん、木曜日に人生初めて USG 行きます。楽しみです。<laughs> じゃあちょっと、そんなあなたにこういう写真撮ってきてほしいんだよね。こういう写真。なんか俺こういうの見ると幸せになるからさ、 できればこういう写真撮ってきてほしい。これが一番いい。俺これが一番幸せを感じる。撮ってもらうことできる。胸がポカポカする。今週俺暇なんだよね。なんかずっと配信してよっかな。金曜日までずーっと配信消さずにいようかな。勇者の勇者の勇者のギャラウェイ o 者の勇者の勇者のファラウェイレレレンレン俺てかアメリカ行ってさ、12時間の時差があった方がちょうどいいわ。そしたらさ、みんな夜の7時、今7時ぐらいでしょ。俺この時間クソ元気なんだよね。 夜クソ元気ない。48歳ぐらいの顔してる。なんでこのブルドックおいサチー家の中に汚いブルドッグがいるから出て早く追い出してくれて鏡見て自分の顔がブルドッグすぎて、野良のブルドッグが紛れ込んだのかと思った。洗ってねえ犬ぐらい臭えし、風呂入ってねえから。そういう沈道中見たくないなんか俺も英語ちょっとだけ喋れるようになりたいな。単語だけ勉強しようかな。暇な時。もう鬼ニぐらいでいい。あれぐらい喋れたらさ海外行けるじゃん。 単語だけ覚えればなんかいけそうじゃないいやもうネイティブで英会話とかどうでもいい。もう単語だけ覚えて。ね、しかも家庭教師を雇ってさ、ね、ちょっと若くてエッチな家庭教師雇ったらさ、AV、俺一番好きな AV が家庭教師ものなのね。絶対セックスもできるじゃん。俺初めて覚えた英単語セックスだからね、マジで。お前まだ家庭教師に憧れられて、家庭教師ものめっちゃ良くない大好き。そう、あとジミコは隠れ巨乳。 お前なんでこの2日間ちょろっとしか配信しなかったのいや、毎日は、うわ、週末だから配信しよう。でも疲れた犬、犬と猫とゴロゴロってしてた。本当に無駄な2日間過ごしたよね。ただそのおかげで今日めちゃくちゃ元気。最近猫の顎撫でてたら3時間経つんだよね。そういう時あるよ、みんなは。気持ちいいにゃーって顔してくんのね。今もメメちゃん連れてきて撫でてたら多分夕方になってるよ、もう。<laughs> うさぎ撫でてるのと一緒、うさぎもいい。俺トカゲ描いてんだよなでもゴキブリ いいけないじゃんレオパル俺さ、トカゲ買おうかな、配信部屋で。クソ大変そうじゃないでも四六時中さ、エアコンつけて常に温度一緒だから、トカゲクソ乾くないいや、別に懐かなくていい。見てたい。ほんとに、いや、臭くてもいい。だって配信部屋なんてもともと臭いもんい。クソ可愛くないトカゲって。ちっちゃいやつがいいな。あの、買いやすいやつ。めちゃくそ可愛くないトカゲ。これ、こんぐらいのやつかな買うとしたら。 グリーンイグアナ買おうかな。で、モコとか食わしとけばいいじゃん。カエルでもいい。ワニさんとコラボした時に見してもらったんだけど、カエルクソ可愛かった。でもさ、これエキソジックアニマルに手,は手出し始めたらさ、俺いよいよじゃないもう。<laughs> いよいよ終わりのは、可愛いなにこれ視聴者から、ちょっとさ、みんな飼ってるトカゲ、ちょっと送ってくんない一番飼いやすいトカゲも教えて、そんで。俺トカゲ飼ってますよっていう人今メール送ってきて。 フクロウは絶対買わない方がいい。飼ってる人見たことあるけど、家の中が地獄みたいになってさ。その辺で捕まえてこい。そういう配信する。<laughs> え、今日じゃあペットのトカゲ捕まえに行く配信する。<laughs> そういう感じで飼うのトカゲって。結構やばくないそんな、パッと飼えるのカナヘビとかになっちゃうぜ。カエルでもいいよ。可愛いカエルがいい。なんでカエルってこんな可愛いんだろう。あのさツルッツルのカエルか、かー。ク <laughs> ソかわ。可愛いカエルが飼いたい。 寝室に置きたい。カエル見ながら寝たい。で、腹減ったら食っちゃえばいいじゃん。え、カエルって食えるよね。でも今本当にトカゲ買いたいんだよな。でも怒られそう。猫2匹と犬2匹とカエル。IQ テストやってみてください。全、URL 全20問。これなんかあれなんじゃない結果を見るには、結果を見るには有料にしてください。みたいなさ。よくありがちな。13578911、仲間外れ8。動物、仲間外れの動物、犬、ネズミ、ライオン、ヘビ、ゾウ、蛇じゃない こうに売るじゃないじゃん。2、29、27、24、20。この次に、うん。2、3、4、5、6、9。ピーチが、ピーチが HCAEP になるんなら、4、6、2、5、1はどれになりますかピーチが、逆になるんだったら、1、5、2、6、4。あ間違えたごめん。押し間違えた。2、10。2足して5かけてる。3、1、2。 すべてのブロップスがレイジーズであり、かつすべてのレイジーズがレイジーズであるならば、すべてのブロップスは絶対にレイジーズである。すべての A が B であり、かつ、かつ、すべての A が B であり、かつすべての B が C であるならば、すべての A は絶対に、えー、C である。正しくない ?248。え24、これ128じゃないの 2の会場 ?2、4、6。長女が16歳の誕生日迎え、楽しい、こういうの。長女が16歳の誕生日を迎えた日、その年は弟の4倍でした。では、長女の年が弟の2倍4歳、12歳差だから、24歳。1、1、2、3、4、5、8、3。この数列あってはいけ、この数列にあってはいけない。え、わかんねえ。一つ前の数字を足して次の答えになっていくのね、これ。 1たす1は2、2たす1は3、3たす2は5、5たす3は8、8たす5は13、13たす21、すなわち4。ここに入るのはどれでしょう左が増えてきます、真ん中が増えてきます、右が増えてきます。B。ブ。こことここのオレンジ色のところを足して、空白のところが右端が足されるところなのね。ってことは真ん中の F。F!121、144、169、196、次に数字、うーんと差は25。 えー、二十、ん二十三、二十五、二十七、二十九足す。二百二十五。四人の容疑者が次のように話しました。俺、これ苦手なんだよ。俺、これね、なんかで配信でもやったよな。俺、これマジで苦手。四人の、多分ね、超会議でやったやつと一緒だ。矛盾をまず見つける。B はやっていない。犯人は俺。B がやっていないなら、 C もやっていない。A だ、多分。A がやっており、A が嘘ついていて、C が犯行行ってらず。A と C の少なくとも一人は犯行行ったわ。矛盾してないじゃん。B はやっていない。犯人は俺だ。B は犯、B は犯行に加わった !?B がやっていないなら C もやっていない。いや、これ C が嘘ついてるわん。違う。B がやっていないなら C もやっていない。ってことは、A と D。B がやっていないなら C もやっていないよってことは、 A か D でしょ犯人は。A と C の少なくとも一人は犯行を行った。B と C は別に矛盾してない。B は犯行に加わった。A と C の少なくとも一人は。あ、別に嘘ついてないのか自分もやってる可能性もあるのか ?B はやっていない犯人は俺だ。これ犯人が一人って決め打っちゃダメだ。と、A と C は確実に矛盾してるのね。B がやっていないなら C はやっていない。だって B はやっていない犯人は俺だって言ってんだから。ってことは、B と C が犯人なのね。で、A が嘘ついてんの。 A が嘘をついており C が犯行行った。これ多分合ってると思う。ここに入るのは何でしょう ?9、38、47、4。むずくね ?3。横に規則性はなさそうなんだよ。9、2、4。29、7。29、7。29。ここ29だ。なんで29、29? いや、これ、ペイントすれば溶けそう。9、7、2? に 悔しい。悔しいこれこんだけ解いて、さあ、この IQ テストの結果を見るにはお金払ってください。だったら俺マジでクソ切れるからね。ね、俺とんでもないことに気づいちゃったんだけど、これ俺すごいわ。これマイナス5だ。これすごい俺。マジで。俺これ天才的。これマジですごい。これマイナス5です答え。これ答え言っていいですか ?9 と6。これ立てて考えてください。え、12。これを全部バラして数字を。1たす2は3。 9-3は6、2-1は3、38-3は35、2-3は5、47-5は42。ってことは2、2-7は9、4-9はマイナス5。すべての経験から解いていく。大きさが完全に等しい正方形の紙が以下のように重なっています。今湧いてるでしょ、ごめんな一番下にあるのはどの紙ですか大きさがすべて完全に等しい正方形の紙が以下のように重なっております。一番下にあるのはどの紙ですか ?1 は絶対ない。 2は別にこのまま成り立つ。6も成り立つ。7と5なんだよ。これ分からないもん絶対視野だ。優位性。え、なくないこれ分かんないが答えじゃない ?3 と7の比較ってできなくないだって7、8、3、5だよ。絶対。え、7、8、3、5だから8じゃん、これ。8じゃん、絶対。だって2は絶対に8より上にある。4は絶対5より上にある。6は3より上にあるのね。ってことは答えは8なんだ。 これ多分解き方間違ってるかもしれないけど。五、十。五、九、十三、十七、二十一。十七、二十一、九十五。ハテナのマスに入る数字はどれですか八十八。あぁ、なんかこれ、見えないところ全部埋めていく系。八十八、ほにゃらら、二十五。あ、二十五出てきたよ。二十五引く十六は、 なんで16とこ、ここが、ここの整合性が取れない八 ?88 引く、左上引く右下が右上。25引く16が9。16引く13がなんで 24? ここまでたまたま合ってたのか引き算で考えるな。え、わかんねえ。88、うわー、こういうのスッキリして。88、63。いや、25なんだよ。これ引っ掛けた、ここ。 いや、ちょっと待って、さっきと同じだ、これ。8たす8たす6たす3は ?25。2たす5たす9は ?14、16。1たす6たす2たす4は ?3。じゃあ、7、9、13。1たす、一たす3たす4、8、17。神おー、今コメントめちゃくちゃ流れてる。表のハテナのマスに両方とも同じ記号が入るとしたら、これなんか前解いたことあんな。表のハテナのマスに両方とも同じ文字が入るとしたら、それはどの文字ですか m, i, x. もう、英語マジでちょっと難しいよ。1,2,3,4,5,6,7。7ってことは1週間かもしれない。いや、絶対違う。<laughs> 俺なんか変なクイズ番組見すぎてる。下もあるんだよ。なんかの頭文字とかじゃない、絶対。IQ テストって俺なんか受けたことあるけど、こういう引っ掛けみたいなの出ないんだよ。必ず関係性があるのね。ごめん、これわかんねえわ、多分。これ後でちょっと教えて。 次に来るのはどの図ですかふにゃふにゃふにゃ。うん。う,ん,うん。な、この象形文字みたいなのは。山が、はぁ一番最初の文字と三番目の文字は、だいたい一緒の形の向き違い。ってこと多分、これも一緒の形の向き違いが入ってくるね。で、消去法でこれ A。 はぁどうも、ハーバーダー11です。ハーバーダー11じゃん、俺。ハーバーダー11。ハーバーダー11じゃん。え、アインシュタイン11じゃん。ごめん、今すぐアメリカ行くわ。こんな狭い。え、まだみんな、え、まだみんな日本という狭い国で住んでるんですかなんか今日みんなコメントちっちゃく見、ああ、存在がちっちゃく見えるのか。なんだ。だからか。俺、 IQ165 以下のやつと喋んないって決めてんだけど、みんなそれぐらいあるよね。さすがに。なんか今日みんなと話が合わない。なんでえ、なんでこんなに今日話が合わないんだろうみんなと。理由がわかんない。みんなの話が通用しない。<laughs> ネットの IQ テスト参考になるぞ。緑めましたけど、あいつ、160だったぞ。<laughs> じゃあ緑により9しか高くないんだ、俺。じゃちゃんと測ったら80、82ぐらいじゃん、俺。トカヒ送ったありがとう。 えー、かわいい。なにこれ。くそかわいい。育てんの大変まあ大変だよな、生き物だから。くそかわいいわ。餌何あげてんだろう。これ死んだのかなコオロギか。飼いやすさで言ったらこいつ最強一日一回餌あげて、あと適当になんかボート見てるだけでいい。で、防音室の、防音室の、ずーっと同じ室温で飼ってればよくない やだ、人工じゃなくて天然のコオロギあげたい。カつトさん、スティーブ・ジョブズの IQ は140でイーロン・マス、あ、あいつらお、お、お、高校、一緒だけど,ど、同級生だけど、全然大したことなかったよ。俺の方が全然すごかったよ。だ現実的にね、出てるわけだし。でも、最近頑張ってるみたいだね。ちょっとね、できないながらも。努力はしてるんじゃないうわレオパルド海底。ちなみに、大声はストレスになります。<laughs> じゃあ、えねえじゃん。ねえ。 かわいいめちゃくちゃか、尻尾がかわいいなにこれ超かわいいウィンクしてる。なにこれクソかわいいじゃん。レオパ超かわいいよ。なにこいつ。びっくりすると尻尾を自、自して栄養失っちゃで死んじゃいます。<laughs> すぐ死ぬじゃん。俺のうやーみたいな声にさ。すぐ死ぬじゃん。 室温と温度管理が大、湿度と温度管理が大事ですが、大人だと餌は毎日あげないのでいいの楽ですよ。コオロギめちゃめちゃ臭いし、うるさいので、いけならディビアの方がいいです。ゴキブリか。ゴキブリって臭くねえしな。でも、絶対ゴキブリひっくり返してさ、家の中、家中ゴキブリまみれになりそうじゃない話し飼いにして、自分で食わせればいいか。フォイとかに食わせればいいよね。食えよ、つって。なんだかんな犬でいいでしょ。かわいいし、確かに。<laughs> 言葉通じるしな。でも本当に、もうトカゲ飼いたい。 どっかのユーチューバー、犬元気って言ってたけど、実は飼えなくて他人の人にあげたって話で言ってた <laughs>、ね。犬あげるってどういう精神もう、犬あげる気持ちがわかんないんだけどさ、犬ってあげるもんなの俺が間違ってんのそれ。犬ってあげなくない飼ってた犬だよ。自分の。ハ <laughs> ムスター飼って3ヶ月で4匹死んじゃった。残 <laughs> 悔部屋です、ここは。俺も熱帯魚飼ってたけど、カルキだから見捨ててみてさ、アクアリウムとかやりたいよね。 アクアリウムじゃなくてさ、テラリウム。俺すっごい一時期その動画見てたんだよ。テラリウムだっけそこに金蛇となんかさ、ちっちゃいテラリウム夏休み作ろうかな。せこ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 。雑談しながら。ちょ、あの、どうせさ、垂れ流すんだったらさ、テラリウム作ってた方が良くないこういうの憧れないちっちゃめのやつね。大きいと管理できないから俺。テラリウム超良くないここに金蛇1匹と、グッピー3匹みたいな。これ憧れよ。 できればここに大桑タも入れたいけど、死ぬ。や地球を作りたい願望あるでしょ。掃除どうしてんだろうね。なんかあのさ、儲くやつ。なんだっけコラ、コラ、コラドリスみたいなやつなんだっけコリドラス。コリドラスジュニアみたいなの入れといて、コライドン入れとけばさ、超手間かかりそう。ちっちゃい頃10年ぐらい熱帯魚飼ってたからさ、俺。なんであんな世話できたんだろう。いっぱい飼ってたよ。俺アロアナも飼ってたし、小学校の時お父さんと一緒に。ま、グッ、 グッピー、ベタ。ベタはでも、一匹ずつ買ってたけど。お父さんと一緒に買ってた。でと、とんでもねえぐらいでっかい水槽あったぞ。ネオンテトラ、その辺だね。でも、世話がくっそ大変だった今ずできないかもしんない。自分の世話できてないのに。ベタってね、複数で買えないんだよ。攻撃性が高いから。グッピーあたりが良さそう。<laughs> 誰のお金で買ったらいやお父さんでしょ。そう、尻尾ボロボロになっちゃうんだよな。 魚結構大変なんだよな水変えるのも半分ずつ変えて濃度変わんないようにするみたいな。で、一番好きなのはエンゼルフィッシュだったんだよね。エンゼルすげえ良くない見たことあるみんな絶対。エンゼルがすげえ好きでさ、ちっちゃい頃。大量に飼ってた。可愛くないこいつがエビ食うとこがすげえいいんだ。エビっていうかなんか餌食うところが。あと何飼ってたっけな俺。で、最近さ淡水魚と、淡水魚と海水魚を一緒に飼える水あるの知ってる これちょうどその動画調べてて見たんだよね。淡水魚っていうのは、えー、自分の方が濃度が高いから、水を吐きながら生きてるんだって。で、海水魚っていうのは外の濃度の方が濃いから、海水を吸いながら生きてるんだって。ショート動画で見た。え、これなんだっけこれ。こういうさ、生酢みていなのも買ってたぞ。プレコ、プレコ、プレコ、プレコプレコも買ってたわ。お掃除屋。何が面白いって、 熱帯魚屋さん行くのがすっげえ楽しかったんだよ。ビニールで買ってきてさ、浮かせて半分ちょっとずつ鳴らしていく。<laughs> 熱帯魚屋さん行くの超好きだったんだよ。小学校の時。わざわざ千葉まで行って、四街道まで行って帰ってきたわ。あれめちゃくちゃ良くない熱帯魚屋さん行くの。うわ、うちに来んのかよ、こいつ。いろんなもん買ってた。犬三匹と熱帯魚と鳥百羽ぐらい買ってたよ。鶏も買ってたし。鶏小屋があって、朝起きてなんか、おらっ、つって。 じじいが鶏飼って、お父さんが変なちっちゃい鳥いっぱい飼ってて、俺は熱帯魚にってた。動物好きだったんだよね、子供の頃。で、法律で禁止されて、なんか全部ね、<laughs> 法律で禁止されたのね。そんで飼えなくなっちゃった。そう、目白の違法飼育みたいなさ。<laughs> 一軒家建ってたら庭に家作れ、あ、い、庭に池作れいいね。うち、実家の庭に池あるんだよ。ただ親父が死んだらそこもぶっ潰して、庭にしようかなと思ってたけど、 俺がじゃあ引き継ぐか。で、俺がやっぱ野球とか始めちゃって、飼育できなくなって、じゃあもう増やすのやめようっつって、ちょっとずつ死んでって、全部死んじゃった。でも10年は飼ってたな、熱帯魚。鯉飼ってるよ。今でもお父さんが世話してるぜ。何匹ぐらい飼ってんだろう2 30はいるんじゃないかな。で、どうしても、なんか船、船 <laughs> あの、田んぼに船がいて、捕まれてきて俺が <laughs>。 <laughs> バケツに出て走ってきて、池の鯉のところに船叩き込んだらクソ怒られた。お前病気がうつったらどうすんだっつって。勝手に船を俺かい始めたのね。めちゃくそ怒られた。野生の船を俺が子供の頃、手づかみでザバーって取って。<laughs> 怒られるんだよ、勝手に。マジで死ぬからね。お父さん船見つけてきたよっつって。さっき言ってた淡水魚と海水魚を飼える水は、公的環境水っていう水があるらしいよ。 ザリガニなんてもう、どんだけ飼ってたか。もうザリガニなんて俺今でも飼いたいもん。ずーっとそういう動画見てるよ。ザリガニ、捕まえる。アメザリ。でも今多分、これダメなんじゃない生きたまま移動させるの。子供の頃そんなの知らずにあれ捕まえてたのアメザリだったんだろうな。多分違法だよね。殺して持っていかなきゃいけない。はず。外来種。<laughs> 俺の弟とザリガニ飼ってるけど。 お前の弟パクられるかもしんないよ。先以下でよう捕まえてたね。ザリガニ6月からだし、飼育はセーフなんだ。うーん。一個、引っ越すって言ったじゃん。一個ちょっと懸念材料は、俺、マ田がもう家の,家の近くにいねえとさ、生活できないのね。マ田も引っ越してくんねえかな。うちの家の近くに。きちいよ。一時期お前の奥さんサマーズと共演したって噂になってたけど別人だった。<laughs> 誰それ。 ユカイミドるが彼女とディズニーランドにと行った写真見たがめちゃくちゃキモかったぞ、もちろん。こすりにこすって3回目です。会いに来る変な奴とかいない。来んじゃねえぞ。クソ切れっかんな。うち周り、あの、監視カメラだらけだから、俺不審者すぐ通報するからね。いや、でも8月31日まではこの家契約しとくよ。あの、長時間配信するからさ。8月。それまでこの家、いいよかな。芸能人いっぱい住んでんじゃないこの辺。でも俺外出ないからわかんねえわ。最近体力ねえよ。 昨日も疲れて寝ちゃったもん。長時間配信っていうか別に、あれだけど、あの、生活垂れ流すだけだけど、夜は。テラリウムでもしよっかな。なんか盆栽的なさ、31日間で完成させる何かを考えようぜ。オニアのエイペックスが弱すぎて寝ちゃった、マジで。お、なんか久々地域も出てるし、まあラスも好きだから、お、なんかその辺出てるんだったら見ようと思って、オニアの端見せたら、最下位最下位、19位最下位みたいな感じで、なんかそれでブーって寝ちゃった。 いや、周りが強、強すぎたってのもあるけどね。<laughs> 打速見みどかった。いや、ひどくないんだって。みんなはさ、競技勢とエイペックスしたことないでしょ。とんでもねえぞ、あいつら。キモい、キモバカだぞ。強すぎるんだって。マジで。俺、この前さ、楽天カップで、あの、リピーター当てまくられたのね。あれ誰、誰とんでもないリピーター使い方がいたの、マジで。一人いただけで、別人、CPT。 いや、オニアのリピーターすぐ分かる。バーン、バーンと音がすんのに、一発渡んないのね。あ、これオニアだってすぐ分かったの。なんか、どっかでやな、なんかでやった時に、あ、これオニアだってすぐ分かったの。ワールズエッジの右上ら辺でリピーターに襲われたんだけど、一発渡んなかったのね。みんな大丈夫これオニアだからゆっくり行こうって。な、何の時だっけ俺、オニアのリピーターに狙われた時は絶対あったの。デコボコカップみたいな。すぐ分かったの。これオニアだって。<laughs> あいつカートに歯向かってきたのそうだよ。ぶっ飛ばすわ、てめえごねやろ、つって。 今度あったら、その、リピーターに与えられたダメージ分投げるろ。手じゃねえぞ、やるな財布返してもらおう。なんか知らないけど、殴るということ聞くんだよね、人間って <laughs> いや昨日。本当に無能すぎていや、無理だって、あれ。あいつ無理だって。敵が強すぎるんだって。ちなみに今の覚えでトカゲ死にます。じゃあ一匹死んだってことね。猫も飼ってるから、でもさ、リビングで飼えないしさ。 前回の、ま、あなんだよじゃあ、周りのレベルも低かったっていうのだけど、俺じゃあ、キャリーラレ力がすごいんだって、俺。はい。はい。俺、はいしか言わないから。はい。はい。はい。で、上手くないじゃん。俺、エペックス。はい。はい。ついていきます。はい。あと、ガス置く。あと、グレ投げる。もう最近もうそれに徹底してる。俺、弾打たないじゃん。ガス置いて、グレ投げる。ガス置いて、グレ投げる。ローバのウルト出すガス置いて、グレ投げる。 グレ投げるグレ投げる、ロー婆のウルトーク。グレ投げるグレ投げる。報告する。それだけ。弾なんか打たなくていい。だって勝てねえんだもん。あと、モコの世話する。行くよ、モコ地域の方にスキャン出してね、モコ大って。だいたいで俺の言うこと聞くから、いいバランスなんだよ。はい、はいって。地域の言うこと俺が入って聞く、俺の言うことモコが入って聞くっていう、この伝達がものすごいスムーズなの。伝達って大事だからね。シナプスが繋がってんだ。 僕はあの大会の後みんな褒めてくれるからめちゃめちゃ嬉しそうだった <laughs>。じゃ、そろそろ次の大会あたりでなんかじゃあ、また、おえちゃんあたりと出して、ね、ぐちゃぐちゃになってほしいね <laughs>。まジで一回どこまでモコついてくるか検証してくれ <laughs>。どういう検証 <laughs> あの、無茶言って、モコこ,こうだよねどこまでイエスを言うか。そういう流れで言えば全部言うこと聞くんじゃねえかみたいな。ここ降りるよって言って崖落ちそんな絶対崖落ちるわ。まあ崖ポーカーやらせよう。 もう今日は金かけるよ。はい。で、動画撮ってそこだけピックアップして、俺の音声だけ、なんかうまいこと消して、炎上させるわ。後輩にガチギレしてみるいや、俺怒んないからバレるよ。これドッキリだなって。怒るの下手なんだ。怒れないんだよね。そのスタッフにガチギレした時も、なんでやってんだよとかじゃないよ。いや、これはダメなんだよね。これやられたらもう俺も辛いんだよね。みたいな、本当に、あの、聞く。あの、もう、サトシ系のガチギレだから、俺。これはありえないんだよね。 もう、なんなら俺が悪いぐらいの感じで言うから <laughs>、一番悲しいじゃん。マジで悲しいって。みんな、みんな泣きべそ書いてるその時。<laughs> 久々にこの前大人が泣きべそ書いてるの見たわ。なんか、別にまあ、もう時効だから言うけど、データをよくなくしてたのね。それで俺がマジで怒って、このチャンネルっていうのは、ね、このチャンネルからあなたたちのお給料払われてて、そのデータをなくしてしまったり動画間違って消しちゃったのね、この前。 そ、それ一回だったらいいの。でも何回かあったのね。三、四回あったの。だから、あ、もうそういう、そうなってくると、俺と一緒には仕事できないから、もう一回、あの、勉強して、あの、ある程度一般的なことができるようになってから、もう,もうみんなね、クソ泣きべそかいてさ。<laughs> もこは、うんこちゃんは、ふつふつと煮えたぎるような怒りってそうだよ。何 <laughs> やってんだお前とか言ったらさ、こっちもスッキリしてさ、じゃあもう次から頑張ろうねって言うじゃん。俺、じとじと怒るからね。いや普通の、じゃ他の YouTuber の、 そういうスタッフが動画消したこと聞いたことある人、はいじゃあ手挙げてください。ないよね。あなたたちがやったことっていうのは、もう普通に一般的に、もうスタッフとして、その、なんていうのかな。チャンネルを運営していくのには、難しい。声を荒げないから、俺。地獄みたいな空気流れるよ。で、まあ、動画のデータ消すのって、まあ論ずるに値しないからな、正直。他だったら一発アウトだと思うぜ。一回だったら許す、俺も。マジで。 三回四回あったら切れるでしょ、普通に。で、しょ、それ言ってあげないと、将来ずっと俺と仕事していくわけじゃないんだから、未来のためにならない。お前後輩が何したら切れるの、別に。何、何しても切れねえよ、別に。もう他人じゃよ、全然怒んねえよ。何しても怒んねえぞ、俺。例えば何強盗。ーんー、まあ、強盗だったら縁切らないから。なんでそんなことしたのって。お金がなかったのって。 木をぶん殴る笑うと思も、鬼屋が木をばーんとかでぶん殴ったら、けた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 なんでこ、なんでそんなことあったの早く生放送しようぜって俺のチャンネルでやっていいちょっと待って、その喧嘩待ってすぐ生放送するからカノえ子は寝てる間に縦を折られたっきり。<laughs> 俺は怒んないと思う。なんでそんなことしたのって。それぐらいじゃ怒んないかな。繁盛でご飯行って財布忘れた時いや繁盛だったら、 あ、いいっすよ、俺払いますよ。あ、でも別にみんな金持ってるから、そ、それは別に何のドッキリもない。いつも俺がごちそうしてるから、いや、たまには僕ごちそうしますよってなると思う。全然払う。薬物は、いや、縁切らないけどめちゃくちゃ怒ると思う。マジでやめた方がいいぞ、つって。生放送してたら、薬物以上のアドレナリンが出るよ、出るじゃん。出るのね。そんなことはやめろっていう。薬物は縁は切らないけど怒るかなやめな、マジで、つって。フリーなんか全然怒んない。<laughs> まあねーって。 ちなみにその女の連絡先俺にも教えてくんねえか念のためな。俺にも教えてもらうことできるかっていう。人殺しは無理だな。自動ポルノ。うん。それ結構きついな。ジポがきついな。うん。な、なんて言葉をかけていいかを。触れづらい。万引きだったら別に。もう二度とすんじゃねえぞ、つって。やめ、やめとけ、つって。けポーカーは、 縁切らないけど、マジでやめ、でもう言ってるすでに。ってみんなに聞いた。この前も。金かけて麻雀とかポーカーしてねえよなーって。みんなしてなかったよ。本当に。まあ過去、学生時代に、小学でとかはあるかもしんない。そこまで聞いてないけど、本当にしてなかったよ。裏で聞いたから。一人さ、してたらさ、みんな疑われちゃうじゃん。ほんでさ、つばきあやなちゃんとかも一緒にやってるって公言してるから、その、麻雀プロと金かけて麻雀してたら、人生が終わるからさ、 人の人生を奪う覚悟があるんだったらやっていいけど、結構きつくない本当にしてないって。薬物だったら俺の家に住ませて、あのー、俺が管理してあげようかな。してますっていう人がいたらどうしてたまあ、ここだけの話してますっていう人がいたら、いやもう、分かった、それが、バレちゃった時はちゃんと謝って、絶対これから先はしない方がいいって言ってたもかも。身内の悪口ガチっぽく言ってたら全然どうでもいい。俺だって言う時あるし。消えたデータの動画どうしたいや、復元できないから、 やめた。でも他人と延期の時、よっちゃんと4年間を連絡取らなかった時あったんだけど、別によっちゃんこれ配信でもしてたけど、よっちゃんのこと嫌いなわけじゃないよ。一番好きだからこそ、アルコール依存を立ってほしくて言ってたの。俺、遠回しの本人もしてたし。って言っといて、っつって。あの酒癖ほんとやばかったのね。配信で言えないレベル。でも治ったよ、あいつ。マジで。治った。マジで治った。節度を持って飲んでる。だってもう27年の付き合いなんだよ。 家族、もう家族じゃん。そんなもんは。ある中、もうほんと一歩手前だったんじゃない悪いことでどのレベルで、俺が配信で言えないって言うとやばいでしょ。いや、絡み酒すんだよ、しかもあいつ。それがもうデッキラだったの。一生飲みたくねえと思って。香川照之とどっちがひどいですか香川照之。で、まあ、同じぐらいだな。同じぐらいだな。女に同行とか、そういうジャンルは別としても、まあ同じだね。香川照之、うん、同じぐらいだな。 で、今はそういうことしないよ、本当に。マジでな、最近そういうのなくない聞かなくないいや、子供できて変わったよ。休日だってさ、子供と公園行ってんだぜ。穏やかになったよ。すげえ。やっぱ子供できるとあんなに変わるんだな。天狗ちゃんもよっちゃんもマジで変わったわ。逆にガチで怒られることある。今でもあるよ。姉ちゃんとか、あの、税理士の先生に怒られることめちゃくちゃあるよ。隠し子作る気ありますかいや、隠し子ってか本当の子 ま、隠し具も本当の子なんだけど、子供作りたいけど、俺も万が一浮気して、しねえけどな。子供できちゃったら産むよ、俺。打退はしない。産む。おろすより産んだ方がなんか、なんかもう、こんなこと言ったらすごい命を軽んずるなって怒られるかもしれないけど、もう社会的にそっちの方がまだなんか、良さそう。産んでくれっていう。万が一できたらな。俺の子を産め相手が産みたくないって言ったら、まあでもそれを下ろすしかねえよな。 だから、外で子供なんか作んない方がいいよなっていう話よ。どう転んでも、なんか幸せな未来が見えねえな。隠し子っていうか別に公表するって。すいません。浮気相手との子供ができました。この件については触れないでくださいっていう。謝らなければいけないのは、みんなにじゃなくて嫁にですって。詳しくはこれこれにてっていう。<laughs> 全部自分からリークしてこういうことですって。もう早く楽にしてくださいって。 本人からのリークだったら信用できるでしょ。すいません、つって。この問題は取り上げないでください。全部、全部、自白するんだよ。あいつに説明してもらおう。うめえだろ。これ俺に通話で出ねえよ。<laughs> なんて言うんだ <laughs> 自分からリークしてんだからいいだ出る必要よねえだろ。本人からのリークなから間違いねえだろ。適当になんか DM かなんか晒せばいいだろ。<laughs> 今回はね、告発、告発者と被害者が同一人物です。<laughs> 俺被害者じゃねえだろ。<laughs> 告発者と加害者だろ。<laughs> 盛り上がんねえよ。人間ってそのギャップに、 惹かれたいじゃん。俺が浮気しましたっての。そ <laughs> う<嘘>だよ <laughs>。つって。ほんとにごめんね。さっちゃんごめんね。じゃあ、今日もやりますか。今日のゲームはノイタです。一番視聴者が暇そうなゲームやって、沈下させるわ。それか声優と浮気したら、その声優が出てる作品をけなしながらやるわ。<laughs> てめえ暴露してんじゃねえぞ、この野郎。つって。ボロクソに言いながら。次俺がノイタやるときは、浮気したときな。覚悟しといてくれ。ノイタやったら、あ、そういうことなんだなって。それまでちょっと取っとくね。 今日体調、会社体調不良って嘘ついて休んだナイス。ナイスー推しの子が寺派のオマージュをして大炎上。で、オマージュってしていいんじゃないのダメなの木村の遺族が切れた。どういうところをオマージュしたのあの、叩かれて亡くなったみたいな。寺派より先に作ってる。あー。たまたま被っちゃったんだ。いや、でもそれは事故だなもし実際にそういう炎上していたのなら俺わかんないけど。 4ヶ月前だから後、あと、難しい問題だね。まあでも、母親の気持ちもわからんでもないし、でも実際その人をオマージュしたか、みたいな、のってわかんねえしな。だって、まあ、推しの子もみんな見てるから内容に触れていいよね。で、アイドルが、なんか襲われちゃったみたいなのも、結構ある話だしね。しかもなんか刺されちゃったりしたじゃん。しかも映画とかでもさ、あの、北九州連続殺人事件、あの、洗脳のやつとかも、 最近出たよな。なんていう映画だっけ邦画で出たよね。最近映画見まくってんだけどさ。しかも結構退屈。みんなが、若者が見たら退屈じゃねえかって思われるような映画見まくってんだよね。たあの生きる。映画館で見ました。いや、た難しすぎない。あのね、最初の30分の、なんか、ああいう余白みたいなのも、あの、ラムちゃんが映画詳しいからなんか面白い映画あるって聞いて見まくってた。ネットで誹謗中傷されて、あの、あ,あり、なんかありもしないこと で叩かれて、みたいな描写もあって、面白かったよ。で、自分の本当に見せたいコンテンツは6いいねなのに、その、なんか言われもない誹謗中傷とかが1000いいねとかされてて、いやいや、俺の方がされてるって思いながら <laughs>、いやいやおお、いや、俺の方がスケールでかくされてるって思いながら見てた。それでめっちゃ感情移入してた。1000いいねなんか全然いってるって思いながら。10倍のスケールでされてるって思いながら見てた。面白かったよ、すごい。見てみて。 最初1時間ちょっと退屈かもしんないけど、騙されたと思って見てみてほしい。方がおもろい。あれ見たいわあのさ、石田じん、あ、岡田純一が出てるやつ。最後まで行けみたいなやつ。あれ面白そうじゃない警察官が人殺しちゃって、綾野剛が出てるやつ。あれ面白そうで見たいなと思ってたんだよな。そう、刑事のやつ、ひき逃げのやつ。お、見た石田純一じゃない。岡田純一。予告面白そうだよね。アニメもいっぱい見てるぜ。 ウォッチパーティーしてえな。そういうなんかじゃガチのウォッチパーティーしてえな。ちゃんとした名作映画。映画見てるときって配信の調子いいんだよね。うわ、こういう言い回ししてぇみたいなさ。<laughs> めちゃくちゃ映画から俺影響受けるから。こういう表現を配信でしてえなーてなんとかゲームでこういう表現してえなぁ。ちっちゃく、若い頃からよくやってんだよな、それ。あ、グリッドマンまだ見てない。映画見に行こう。まだやってるよね。鬼は映画詳しくねえよ。 <laughs> あいつが本当に詳しいのって、メタル系バンドだよ。あいつマジで詳しいぞ。メタル。で、ハイパーゲーム大会、サボってメタルのフェス行こうとしてたからね、あいつ。なんとかして間の時間くれませんかって。あいつ演者なのにサボってメタルのフェス行こうとしてたんだよ。ラウドパーク。隣の会場でやってて。俺のハイゲが4から6の会場でやってて、2、3かなんかメタルのフェスやってて、終わった後行ってたよ。ラウドパーク。2日目終わった後。 いや、結構詳しいよ。ちょっとこの前大阪も言ってたし。あいつ結構詳しいよ。知ったかぶりなのかな昔のメタルが好きだから最、最近のバンド知らない。まあ、本当に詳しいやつからしたら詳しくないかもしんないけど、かなり好きだと思うよ。ずーっとメタルの話してるもん、あいつ。何にも知らないのに。それが一時期パチンコになってたけど、またちょっとメタルに寄りかけてる。え、スタイリッシュヌーブも映画好きなんだ。へえ。ー。あいつ昨日チームメイトになった外国人に、このメタルバンド知ってるかって聞かれて知らなかったの。 一番悲しいね、そういう時ね。いや、自分の好きなジャンル来たーみたいな。映画好きなんだよな週に2回は見に行きたい。別に子供っぽい映画でもいい。コナンとかだって見たいよ。コナンの映画見たことねえけど、1個ぐらいしか。時計仕掛けの、バローあのさ、壁越しにさ、ランと新一がさ、なんか喋ってるやつ。それしか見たことない。見たことないあれなんてやつ時計仕掛けの摩天楼みたいなやつ。1個しか見たことない。 もう20年ぐらい前じゃないもっと前か。最近のコナンの映画売れてるね。100億毎回言ってないなんであんなにコナン売れてんのあ、今回だけなんだ。でも相当売れてるよね。右肩上がりだよね。だって映画なんてさ、20億売れたらメガヒットじゃん。アニメの映画全部売れてるんだ。ワンピースも売れたもんな。鬼滅もめっちゃ売れたし。エヴァも100億いってないのかなエヴァって100言ったヒロインハイバラなんだ。 それは売れるわ。スラムダンクも100億いったしね。やっぱ作り手が、すごいんだって。スラダもう一回見て。呪術も100億いったんだ。2022年1月時点での令和3年公開作品の公衆1位は、映画シンエヴァで102.8億円。すごい。100日後に死ぬワニは2億なんだ。マジで俺の年収の方が高いじゃん。じゃあ。じゃあ俺の方がすごいってことは ?100 日後に死ぬワニ,よりワニより。マジで俺の方がすごいじゃん。 ガチで。冗談じゃなく。さっきそういう冗談言おうとしたのに。100億言ったんだ。じゃあ俺の年収と一緒だねって言おうとしたのに。マジで一緒じゃん、じゃあ。作れるじゃん、俺100日後に死ぬワニ。ワニ作ろうかな。100日後に死ぬワニ2。あれつまんなかったなスラダン、スズメの戸締まり、アバター2。ね、アバター2ってこけたのアバター1死ぬほどおもろかったじゃん。2はこけた。面白くなかったアバター2。 日本では評判悪いんだ。うーん。やっぱ感性が違うからさ。え、ワンは俺相当面白かった。トイストーリー4も、俺めちゃくちゃ面白かったのね。でも、すっごい日本の評判悪かったの。やっぱ感性が世界とさ、国によって全然違うだな。せ世界的には評価良かったよね。俺ワン、4、まあでも、ピートされてる意見の気持ちもわかるのね。なんだよこれ。まあ3が良すぎたから王道すぎるじゃん。 4ってちょっと屈折してるじゃん。嫌いな人がいる気持ちもわかるんだけど、海外あ、海外では嫌われてんだ。俺面白かったんだよね。で、3が良すぎるんだよ。あれ。確かに、1,2,3は繰り返し見てるけど、4は1回しか見てないんだよね。映画で1回だけ。アバター2、工業収入ランキングは世界3位で1位がアバターはめちゃくちゃ売れとるやん。<laughs> 加藤さんなんと5の制作決定してますな。この前そのコメント見たわ。今、ポリコレ影響の映画多すぎる。FF16 が、 ポリティカルコレクトレス。あの、なんで黒人が出てないんだっていう問題をなんかネットとかインタビューで言われた時の、えー、プロデューサーの発言に俺すごい納得したけどね。だ要はさ、日本の時代劇に黒人出したら違和感がある。黒人とか白人出したら違和感あるのと一緒だよっていう。別にそこにいないものを無理やり出すのは違和感が生まれてしまうでしょう。世界観が壊れちゃうでしょうってことだよね。 今、ポリコレに配慮しなきゃショーとか撮れないようになってる。なんかでもさ、別にポリコレに配慮したから撮れる、ポリコレに配慮したから撮れてるわけじゃなくて、そういう要素も全部取り入れた多様性のある映画がショーを撮りやすいってことだよな、多分な。別にポリコレに配慮すればショー撮れるわけじゃねえぞ。撮ってる映画って全部おもろいんだよ。そういうなんか、結構世界的に話題になってるところをちゃんと取り込んでうまく作った映画がやっぱ、 ショー撮ってるな。無理やり出して撮ってるのはあんまないと思う。じゃあ100日後に死ぬわりは、そういうの関係、全部ひっくるめて思んない。全く思んなかった。びっくりした。結構俺映画やりまんだから何見てもおもろいけど、19年ぶりだね。こんなにつまんないなと思ったの。ゴッドディーバ以来。フランス映画のゴッドディーバ見た時開始5分で寝たのね。つまんなすぎて。それ以来かな。配信しながら見,見なかったら見てないのかな。 俺映画やりもんだよ、めちゃくちゃ。何見ても、あこういうところがあるのか、見れるけど。<laughs> でもお前が一番先生に知る。で、しょうがないじゃん。面白いは面白くないって、もう好き嫌いだからさ。俺の一の意見。一つの意見として、100日後に死ぬ前の映画は、なんかちょっと残念だったな。俺好きだったからさ。100日後に死ぬ前に具体的に何が思わなかったうーん。退屈だった、すごい。なんかいいところがなかった。結構俺原点方式ってかさ、 あの、方式と減点方式があってさな、両方、なんか、よ、なんつうの共感もないし、感動もないし、なんだ、何もなかったんだよね。俺が見たときは。外でタバコ吸ってる時ときと同じ感じ空見てボーみたいな。で、タバコ吸えねえってことはマイナスじゃん、もう。でも、あの、ツイッターの100日後に死ぬ割には面白いよ。面白かった。あの、システムが面白かった。合わなかったんだよな、多分な。映画っていう、 それだけは譲れない。1 0 0日後に死ぬワニは面白いんだよ。ツイッターで連載した時はすごい面白かった。で、俺別に、電通嫌いじゃないから、そういうの全く、全くなく、すっごいフラット、綺麗な心で見て、何にもおもろなかった。電通嫌いで批判してやろうとかいう気持ちも全くなく、綺麗な気持ちでつまんなかった。ね、アニメでチーカーみたいにやればよかったのにね。 いや、動いてる雲見てんのは面白いもん。ああ、なんとかこういうのに見える、ね、それは雲に失礼。チーはクソおもろくねあれ。おすすめの映画なんだろうな。大逆転系が俺好きなんだよね。ウォーみたいな。俺ミーハーだから分かりやすくウォーが好きなの。ゲームとか、アイデンティティとか。そういうジャンル。チャブ台ひっくり返すみたいなのが好きだから。まあショーシャンクとかも。ユージュアルサスペックスいいね。センスいいね。邦画だったらなんだろうな。好きな邦画。 告白。松島、ん松高子のやつ。みえり。いいね。王道だ。あの、邦画だったら、泣ける系がいいな。あれは藤原達也が出ててさ、お姉ちゃん殺されちゃ、犯人みたいなやつ。に、なんか、あれを殺したのは僕ですって言ったやつ。22年目の告白みたいな。あれも見たな。でも面白かった。あれ、い、ベタなやつも好き。あと、あれあのさ、いや、俺邦画、タイトルが全く思い、 つかないあの、雨の殺人のやつ。あ、あれも結構面白かった気がする。あのー、山田優の夫。うわぁ、どう忘れしちゃった。ミュージアムか。韓国のパラサイト見てないんだよね。おもろい死ぬほど話題になってたよな。お前カエルの作品好きだな。出てくるね犯人カエルだもんな。パラサイトおもろいどういうおもろさちょっと見て、あ、今度見ようと思ってやめたんだよね。俺韓国映画別に嫌いじゃないから、後味悪い系好きよ。お前映画見てるとき2時間じっとしてられるよ。 この前の生きるでクソクッソ泣いた映画館で。俺だけ泣いてた。なんであれを、なんで逆にあれ泣かないのと思った。役所のおじいさんが余命宣告されてどのように生きていくかみたいな話なんだけど、もうしゃくり上げるぐらい泣いてたんだ。俺一人だけ。ジジーみたいな。誰も泣いてなかった。あれ泣かないとか感情あるのと思った。クソ黒沢明のやつを映画化されたやつ。あれ泣かないんだって。 やっぱ主人公が余命宣告される系は全部なく。どのように生きていくかみたいな。ちょっとだけネタバレしていいもう昔の映画だしさ、もう最近ね、リ,リニューアルされてるからリメイクされてるからだけど、チンプな恋愛とか出てこないのね。なんかジ,ジイなのにもう余命宣告されたから、一個だけネタバレさせて。俺一番好きなシーンだったの。で、若い女とデートするのね。自分の職場のもう辞めちゃう若い女とデートするシーンがあるんだけど、ああ、なるほど。 まあ、こうやって若い女にちょっも,もちろん家庭もあるんだけど、奥さん、奥さん死んじゃってるんだけど、家庭もある、あるけど、まあ、そうやって若い女に行ったりする描写もあるのかと思ったら違うのね。すごい引き止めるの。もう終電がある。で、帰らなきゃいけない。いや、待ってくれ。もうちょっと、もう一杯だけ飲み行こう。みたいな。いや、まだまだこれやろう。UFO キャッチャーしよう。みたいなシーンがあって、口説いてんのかなと思うんだけど、違うの。ずーっと、もうすっごい固い仕事してたから、僕は、 そうやって人生の楽しみ方がわからない。あなたのように、本放に生きているのに憧れるんだ。その生き様に惚れて、人間としてあなたを好きなんだよっていうシーンがあって、そこで、俺はすごいね、心打たれたんだよね。あなたのように生きていき,生きたいんだ。恋愛じゃないんだよ、そこに。そのじいさんが若い女を口説いてるんだけど、その口説いてるってうのは生を目的とした口説きじゃなくて、その人間も、人間のなんか、生き様に惚れてるみたいな。そう、リスペクトで、別にくどいたりしないんだから。 あこあ、そう、憧れに近い。そういう描写でなんか良かったんだよね。見てみてくれ。おもろいから。で、その後に、人生最後に何かをするっていう、その何かで俺は、はっはっはっはじいじいって、本当に泣いた。それを選んだのかよお前、人生最後の大仕事にって。で、さらにそっからもう一個、やっぱうまくいかないよねみたいな、その、その、落ちもなんか、その、なんていうの、完璧だった、俺的に。 最後に何選んだかは映画館でて見てください。面白いから。ささくって死んだ <laughs>。ただ俺クソ笑うわ。いや、うちのじじいと一緒かいって。あの、え、映画館で、一緒だ一緒なんかい <noise> 今度パチンコ出るガンダム C、シュガーソーってやつ、これ。見たことない。主人公の期待は何フリーダム、ストライクごめん、全然わかんない。ニャンコ大シーズンのスロットは打つでしょ。そりゃ。

最近アニメはサイキクスオしか見てねえあれクソもれマジで。もうあいくだらねえアニメしか見れなくなっちゃった。サイキクスオと銀魂一生見てる。そういうこと言うとエヴァカスが切れてくる。俺もエヴァカスだけど別に怒んねえよ。あ、エヴァっぽいんだ、見れるかもと思うだろ。はエヴァと一緒にすんじゃねえよって思わないんだけど別に。エヴァっぽいって結構、誉れ高き。それだけエヴァが素晴らしいんだっていう裏付け。そんなこと言ったらさ、あなたと合体したいもん。俺で、俺的にエヴァっぽいよ。 世界の始まりの日。ま、ああれギャグアニメだけど。アクエリオン、そう。創生のアクエリオン。ギャグアニメ大好き。なんかおすすめのギャグアニメ教えて。ひな祭り知らねえ。なんそんなに面白いの荒川ア,アンダーザブリッジ全部見たよ。あー、ちょっとなんか面白そう。で、この描写が面白そう。もう、こういう系がいい。こういう <laughs>。もうこの顔で、ちょっと見見てもいいかなと思った、今。ギャグアニメこれ見るわ。 ああいうのが結局、なんか、一個飛ばしちゃ、寝ちゃったけど、次の話から何の違和感もなく見れるっていう。パワープルの栄冠回しながら見れる系の。あと、声優大事だな。声優マジで大事。やれやれの人が出てきてほしい。あの人誰だっけあの人のアニメ、出てるアニメ全部おもろくないやれやれの人。神谷。おい、エレンの人。あれ、あれ、あれ、おい、エレンの人。リヴァイ、神谷って。化け物語もそうだよね。 あの人が出てるアニメは見れる。声が好き。このアニメ面白いんじゃないかっていう空気出すのめっちゃうまくない <laughs> なんか止まる。チャンネルが止まる。んこの人出てるんだって。声がいいっていうか、リモコン変えられない。一瞬止まる。神谷の声で。じゃあ、夏目友人長はサッちゃんが大好きで、サッちゃんと喧嘩するときに夏目友人長バカにすんのね。だからお前センスねんだよ。だから夏目友人長見てんだよ、キモいなって。 で、それ、俺が夏目友人長好きになっ,たなっちゃったら、喧嘩した時の引き出しが一個なくなるから見れない。認めちゃダメ、俺は。それをバカにするっていうことで人間性を否定してるのね。そこでモラハラしてんの。俺のモラハラレパートリーが減るから、これダメなの。認めたら、ダメ。全部見た上でつまんないって言ってるから見てないのに。引き出しが減る、俺の。見てないのね。見たいの、夏目友人長。喧嘩した時の最後の俺のレパートリーだから。 マウント取られる。それで好きって言ったら。だから俺、下着も見てないんだよ。何が、な、何のアニメ好きって言われた時に、聞いた時に、シュタインズゲートと夏目友人帳って言ってたから、分かったっつって。その二つを馬鹿にすることでマウント取ってるから。<laughs> だから、<laughs> できるだけ見ないようにしてんの。下着絶対オニアのせいだろ、あいつにおすすめ。いや、だから勝つマジでシュタインズゲート見ましょうって言われて、分かったっつって、みんな集めて、マージャンし、じゃあ分かった、マージャンしながらでいいっつって。あ、それでも全然7話まで僕が、 あのー、説明しながら一緒に見ましょう。シュタインズゲート観賞会しましょうって言った時に名本チットで貼っちゃって、もうそれどころじゃなくて。なんでてめえ、俺が名本チットで貼ってる時に、アニメなんか見なきゃいけねえんだよ、つって。それさえ貼ってなかったらミスっただろうね。貼っちゃったの。四巡目ぐらいで。もうそっからは頭の中で上がることしか考えてなくて、ダメだったね。上事だったもん。で、あいつのターン、あいつずーっと喋りながら麻雀するから、 あの、半ちゃん一回一時間かかるんだよ、鬼と通つと。だからもう一時間半、うん、もう無駄にするわけじゃん。い、半ちゃん一回一時間かかるんだよ、鬼をと打つと。あいつ上がるとき一杯ずつ倒してくんだよ、パラ。岡本、見ろつって、まず一杯ずつ。<laughs> それ、ロンだつって。ロンって言ってから上がるまで一分くらいかかるんだよ。おい、ひげとか言いながら。<laughs> で、ツバスと喧嘩しながらまで打ってるのね。まあ、長くて一時間くらいだろ。で、俺とユータがまじでイライラしながら見てる。 鬼屋が亡くなったらみんな笑いながら号泣するんだって。あいつが喋ってなくてぼーっとしてるところ見たことないから <laughs>。ちょっと、あのさ、じゃあ最後に、ご尊顔を眺めてくださいみたいな時に俺笑っちゃうかもしれない。鬼屋が喋ってないと思って <laughs>。すいません、あの、記念撮影していいですか <laughs> で、ツイッターにあげようかな。鬼屋が喋ってないって。<laughs> 嘘、綺麗だろ。これでも死んでるんだぜ。ツイートするかもしれない。<laughs> <laughs> TikTok にあげようかな。

ねえ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 で骨のまま鬼がボンって出てくればいいでしょ。仮想場から。テンポよく葬式を TikTok に上げていこうかな。あの曲クッソネガティブな歌詞なのに陽キャの成功体験に使われてるのがなしい。日本語の役見たことあるんだよな。バイオリンを弾くんだ、みたいなやつで。でもあれいい曲じゃないでもあの曲使ってるショートで寒いやつが多すぎて、だんだん曲自体も聞けなくなってくる。 TikTok 嫌いな奴に限って YouTube のショートを見てる現象に名前つけて、衝撃の事実言っていい俺 TikTok 見方わかんないんだよね。絶対言うんじゃねえぞ。YouTube ショートでよく寝ってなっちゃう。これガチだからね。TikTok の見方がマジでわかりません。あとあのー、なんだっけ、エロ本。三上優愛の水着見る、あの水着が見れるサイト。それが出てこないってもうおしまいだよ。インスタ。そろそろインスタグラムの見方教えてくんね。俺に。 ファンティアはマジで頑張ってセブンイレブンにお金振り込みに行って、もうエ,エ,エロのために人間で動,動くからさ。ほんでトラコインを頑張って買ってワッケワッカンでぐっちゃぐちゃのところで買わされて、それで課金してるよ、めちゃくちゃ。いいんだ、このままインスタグラムを解説せずに死んでいくんだ、俺は。ミクシーやってなかった。俺の世代でミクシーやってないの多分人類で俺だけだろうな。全略プロフィールは彼女とやってた。あれ見れねえからもう一回。で彼女がやっ,てやってくれてた。 10代の頃。全略プロフィールみんなやってたよね、もちろんね。あの黒い背景のやつ。見てはわ。彼女とやってたやつ。でもその彼女の個人情報バンバン出てるからやめと、やめておこう。俺の元カノがバレてしまう。サービス終了しちゃったのか。そういうのってやっぱ残しといてほしいよね。でも全略プロフィールなんてマジで20年前だからな。俺ウィルコム使ってたよ。もちろん。900円ぐらいで電話し放題の。今って電話なんかタダだしね。 一番最初に買ったのは、ドコモの DN503i。ちょっと、混ぜてる女とかは、ポケベル使ってたな。すげえよな、もう、電話がただの時代だぜ。LINE 通話ってすごくねどんだけ俺が電話代払ってきたか。電話ただだってありえねーよな。革命だよな、LINE って。2台持ってたよ。その彼女用の電話し放題の携帯と、 彼女に持たして電話ってやっぱ女とするじゃん。彼女に持たして、ウィルコム使ってたな。ウィルコムってどこに買収されたんだっけソフトバンク好きな相手からの着メを返してたよ。ドコモに女から電話来るときは、ファイナルファンタジー6の決戦が流れてた。テレレテ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 レレテレテレテレ。それなると、あの、女からの電話だから出なきゃいけない。こっちも臨戦態勢に入る。で、友達がそれ以外は全部青春パンクみたいな。 それこそ、モンゴル800とか生えてたんだよ、俺たちの時代。Going Steady とか。小さな恋の歌だけ知ってる。俺も小さな恋の歌だけ知ってる。聞けばわかるんだろうね、モンパチって。ちょっと聞いてみるか。聞けばわかるモンパチの曲多そうじゃないあなたに、あなたに会いたくてーって、モンパチねー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 。ねー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 ロードオブメジャーとかね。モンパチなんだ。じゃあ名曲多いな。琉球なんとかはあるよね。 その三曲しか知らないわ。聞いてみるわ。琉球愛歌いや、もうんで俺にスキンケアの SK2 の動画流すんだよ客層がちげえだろやべ、ちょっとごめん。ごめん。あの、これ泣きそうになっちゃうからやめよう。これ聞くと甘酸っぱい高校時代思い出すからやめよう。マジで。これやばい。やめとこう。喰らう、俺が。マジ、ノスタルジーになっちゃう。岩手県で面白いことありますかスパイギアがいる。スパイギア、アスパラありがとう。 美味しく食べるね。え、かよってゴイ捨てじゃないのゴーイングステディめちゃくちゃす、好きだったな。名前変わったよね。銀南ボーイズだ。銀南ボーイズから変わってゴーイングステディだった。銀河鉄道の夜知ってる。うわもしも君が泣くならばとか超懐かしい。愛しておくれ。童貞ソーヤング、ベイビーベイビーカヨ、かよ。全部知ってるわ、この辺。お姉ちゃんが好きだったんだよね。ねねねえ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 。 でしょあー、ときめいて、涙流してってやつでしょ。あ、え、2003年に解散した。2003年に解散え、待てよ、でもお姉ちゃんライブ行ってたぜ。7年しか活動してなかったんだ。あ、それで今、銀杏ボーイズになったのか。名前クソよくない銀杏ボーイズって。あ、それの、この人知ってるよ、俺。映画にも出てるじゃん。ミネタって。 ミネタカズノブって映画に出てないなんかの。しかもなんか俺演技好きだった気がする。俳優やってるよね。女優やってもいいぐらいだよね。そんな朝ドラ出てたんだ。ミネタドラマで石原さとみとキスしたから一時期嫌われてた。かわいそうすぎない <laughs>、ね、かわいそうすぎないへえー、すご。いろんな才能があるんだなエレカシとかもいい、いいね。今夜、いノキ、なんか、月のように、ああああ

夕暮れすぎて、あー、そこが好き。ぬるるるなぬの明かりは、ぬるるるるる、新しい。ってところが、ね、で、歌えなくなる。季節の始まりは、イエモンとかめっちゃ聞いてたよ。ナンパしながら聞いてたよ、俺。もう、むしろ。イヤホンで。イエモン聞くと、なんかその時してた女とのセックスを思い出すわ。マジで。ジャムな。 この世界にマーカーのジャムを塗って帰ろうとする。みたいなですよ、ね。そうだ、うる覚えだわ。家もんだ。他に何があるっけ？スパ。うわ、夏。渋谷でナンパした時によく流れてた歌は、雪の花。雪の花流れた瞬間に、もうセンター街の景色がブワーってなだれ込んでくる。この前、ストリップ見に行った時に。 雪の花を題材にしたストリップやってて、マジで <laughs>。クソよくて、俺3回見に行ったんだよ、そのストリップ。嫁に代償で。あ、なんだっけワンダーリングスターってやつ。その、なんか、ずーっと静かな曲調で、そこで一気に、ファッサーって裸になって、スポットでピンスポがパーンと当たるシーンがあったの。スターズ。一時期車で2999回聴いた、俺。マジでな。あと1回聴いたら3000回。 でもその3000回目は大事な人とのために撮ってる。振り付け覚えるぐらい見に行った。好きすぎて。いや、今聞けない。3000回目だから。あのストリップもう一回見に来てなだってさロックザ3、同じ公演ロックザ3回行くってちょっと頭いかれてない <laughs> 俺3回行ったんだよ。同じ公演だよ。2週間の間に3回行ったんだよ。いや、エロ目的なんかで行かねえよ。おっぱいなんか見ねえよ。演出を見るんだよ、そういう。 舞台見に行くの好きなんだよ。しかも、序盤にまず一回行って、あの、野球部を見に来てるスカウトみたいに、まだまだ、こいつらは練度が足らないな、っつって一週間後に来るの、また。お仕上がってるねーって。ロック座は何がいいかって、袖にいる二人のじじいたちが、ふわーって紙吹雪を投げた後に、シ,シュル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 ってで、シュルシュルって弾くの。あれ、神技。将来俺大人になったらあの仕事に就きたい。まだなれるかな すごいんだから、あれ。大人ってやりたい。いや、嫁とも言っても全然 OK。ストリップだったらね。さっちゃんは歌上手。でも俺は音痴って言っていつもいじめてるけど、モラハラあの、一応俺の、あの、モラハラ引き出しの中には、音痴って入ってんだよね。喧嘩してる時とか鼻歌歌ってたら、おい、音痴が歌う歌うなって。こんな天気のいい日に歌なんか歌うな、音痴がっていう。クソ切れる。音痴系はマジで、本当に切れてくる。でも歌上手だよ。 そう。夏目友人長と下着とオンチ。いや、オニアはオンチなんだけど、オンチっていうと俺だけしかいなくて、オニアは認めてない、認めない。オニアが歌うとみんな笑ってんだけど、俺は、オンチだから、オニアは。で、お、あの、うまい人と一緒に歌うとオニアがちょうどハモってんのね。オンチっていうか、オニアはさ、カラオケのさ、で表すと、あいつ天才なの。なんか、真ん中にがあってさ、こう、なんかカラオケってさ、なんかこうあんじゃん。あいつずーっとここで歌ってんの、なんか。 ずーっとここで歌ってんのね。うまい人と一緒に歌ってると、なんかいい感じでハモってる。ずーっと、もうこの幅でしか歌わないな、あいつ。ラッパーなんだよね。繁盛は普通に歌超うまい。で、ラップやった方がいいと思うんだよね。帽子似合うし。繁盛歌上手くないダーリンダンス、俺わかんない。ダーリンダンスって知らない。曲知らない。あいつでも上手いよ。歌ってみた。 てか、俺の周り歌うまいやつめっちゃ、今日ちゃんも、てユ YouTuber の中で今日ちゃんが一番歌うまい。マジでね。歌、歌い手とか全部合わせても今日ちゃんが一番うまい。多分。で、甘月うまかったわ、やっぱ。甘月めちゃくちゃ歌うまかったわ。めちゃくちゃうまい。ゲロちゃんもうめえな。だそういうさ、本職以外、甘月歌超うまかったわ。言ってさ、あ動画で上げてるから、なんか、ピッチとか合わせてんでしょって思わない。 生歌、つきめちゃくちゃ上手かった。俺が酔っ払って、どうしても、ソラルと、あの、ポケモンのやつ歌ってほしくて、俺があれ歌って、っつてったらつきが、マフマフのパートを歌ってたんだけど、めちゃくちゃ上手かった。マジで。打足の曲だったらレモンが一番好き。感動した、俺。やっぱ、本職は違うんだな、と思って打足引っ越しできなくてないさ。なんか人も減っちゃって、 飯も食えなくて苗て引っ越しもできなくてナイス。じゃあもう婚約破棄じゃねえか、じゃあ。じゃあもう婚約破棄や。じゃあ。<laughs> 引退しさした。ダ <laughs> サ引退すんの <laughs> マジかよ。今までありがとう、ダサくさ。あんたと過ごした6年間、悪くなかったぜ。<laughs> しかも昨日 <laughs>。しかも昨日のエイペックスの大会でも移動が遅れてアンチで死んでた。<laughs> 引退したら何すんの <laughs> メシアやるんだ。ギー <laughs> ギーいいね打足さんじゃあ俺が紹介するよ。N 国と紹介する。俺そしたら応援するよ。いや、メシアなんて無理だぜ。いいじゃん別にさ。つつましくくら,ら、いい暮らししようとしなきゃいいじゃん。配信が、まあ、配信できたらいいじゃん別に。俺暮らしていけなくなったら嫁と別れて配信だけしてきてこかな。別に良くない しかも別に嫁が一生暮らせる分の金はもう本人に渡してあるから別に、人手なしって言われる筋 g i もねえし。俺物欲ないからさ、俺飯だけ食えればいいからさ、飯代は高いんだけど、なんか俺、物に対する物欲ないんだよね、本当に。月飯代、え、分めちゃくちゃ高いと思う。でも俺別に服にも興味ないし、アクセサリー全くしないし、時計興味ないし、車興味ないしあ、あ、競馬、競馬できねえのかよ悲しい。 競馬できねえのかよ、もう。話よ、もう。下辺乗ってて車に興味ない。終わってんだろう。昨日2ヶ月ぶりに車運転したわ。100円あればできない。<laughs> 10年後100円とかかけてんだろうな。<laughs> ありもう金でいから100円しかかけらんねえよって。100円がなんとか140円になりました。転がしておこう。ちゃんとそれで。そしたら俺税金払わなくていいよね。今、今多分尋常じゃなく払ってるから、その時はお前ら、チクンじゃねえぞ、税務署に。 100円で大穴狙いしていこう。今日の予算は1000円です。単勝1000円でビリビリしながらやってんのかな <laughs> そしたら俺も議員になるね。ね、海外のカジノで稼いだお金って税金どうなるんだろうねわかんない。でも日本に持ち込めるお金が多分200万円とか300万円までだから、まあ、バレないだろうけど、多分1億とかかっちゃったら向こうに口座作ってちょっとずつ引き出さなきゃいけないだろうね。<laughs> YouTuber 引っ越しめちゃくちゃ難しいよ。めっちゃくちゃ難しいよ。突き抜けちゃえばね、いい,いだろうけど。 通らねえよ、審査。マジで。いいマンションとかは通らない。タワーマンとか通るけど、低層型のいいところとか、一軒やと、マジで通らん。知り合いに無理やり通してもらうしかない。ケアダメ。なんかオーナーが多分、すごい優秀な人でさ、職業 YouTuber みたいなのだと、全、収入いくらあっても無理。なんか問題多いからじゃない家賃12ヶ月分先払いとかでも済ませてもらえない。絶対無理。非課金とかだったら全然行くんじゃないあそこまで行っちゃったらもうどこでも住めるでしょ。 いつ収入立たれるか分かんないじゃん。金の問題じゃない。本当に。信用。家借りるときって。上場企業の年収500万の、いや、まあ、それは家賃によるだろうけど、10万円台とかだったら多分結構通る。30万円とか超えてくるとマジで通んないよ。俺なんか余裕で落ち、落ちまくるよ。打ク配信者低収入46歳。彼女は20歳のギャルって落とされる予想しかない <laughs> いや、別にいいとこ住もうと思ってないでしょ。そう、なんか、近隣とのトラブルとかさ。 俺、防音室つけてからは全然トラブルないけど、騒音とかさ、近所のトラブル多いからね。あ、そう、なんか家にいたずら届いたりとか。防音室なかった時はトラブルめっちゃあったよ。やっぱ、声、大きい声出しすぎちゃって怒られるみたいなのあったよ。二個、まあ、3個前の家の時とかあった。20代前半の時結構あった。大屋とのトラブル。俺が悪いけどね。どう対応してたのただひたすら謝る。ほんとすいません。<laughs> 熱くなっちゃって。 声ちっちゃかったら昔俺これぐらいの声で雑談したからね。本当に。今さ、深夜だからさ、あんまり大きい声出せねえんだけどさ、やってたよ。何年前に防音室買ったんだろう。4年ぐらいもう4年住んでんだ。防音室の中に。いくらしたかな、結構高かったら200万円ぐらいじゃないでも元取ったら、完全に。こんなに気持ちよく配信できるんだったら、引っ越しで防音室持ってくるめちゃくちゃだけんだよ。解体し、 して、引っ越し作業だけで25万円取られるのねでもさ、同じ環境で常に配信できるから楽でいいんだよね。あの、引っ越しても配信の環境が変わらないっていうのすっげーステータスなんだよ。引っ越すとさ、声の反響とかが変わっちゃって、配信、俺、環境にすごい左右されるから、もう引っ越して1ヶ月ぐらい配信の調子めちゃくちゃ悪いのね。俺2週間配信できなかった時あったんだから。レジデアに引っ越した時。ものすごい煽り受けんの。でも、引っ越してもこの環境っていうのが、素晴らしい。 弱いんだよ。環境の変化に。ストレスが全く変わんない。調べたら2019年の6月13日に防音室導入したり、4年、ちょうど丸4年だね。じゃあ。だから俺イヤホンつけれないんだよ。今でも開放型のヘッドホン、ヘッドセットっていうか、俺のイヤホン、ヘッドホン、1万円しないのね。何個も何個もテストして、もうこのヘッドホン以外で自分、あの、返し入れてないから、返し入れると配信の調子悪いから喋れなくなっちゃうから、自分の声をちゃんと自分の耳で聞いてるの。 だからゲームの音は聞こえないの。ゲームの音なんて聞かなくていいから俺は。自分の声聞いてたいから、致命的でしょゲームの音より自分の声の方がでかいから、聞こえてないってのは嘘で。丸々聞こえてないって嘘だけど、多分普通にゲームやってる人よりは全然聞こえてないと思う。いかに自分の声が自然に聞こえるかっていうことだけ考えてヘッドホンしてるから。でもエーペックスとかバロドとか音別にそんな聞かなくないみんな聞いてんのバロって音ゲーなの全く聞こえてないわけじゃないよ。あの、 あんまり聞こえてないだけで。で、ダメ。もうそんなの、でも、ゲームの音がすごい聞こえるようになっちゃったら俺の声が聞こえなくなっちゃうからマジでダメ。無理。だったら、ヘッドホンに声返せばいいじゃんってで。で、俺の声じゃねえんだよ、あれは。あれは、偽り。みんなもさ、自分の声を録音して自分で聞いた時に感じる違和感ってあるでしょ。それを感じてしまって気になって喋れねえんだよな。ちゃんと自分の声を聞きながら自分の言葉を言ってないと、喋れない、なんか。 うまく。お前の中でしか聞こえない声ってどんなんだじゃあそれ説明できねえよ。俺の言葉から発して俺の骨伝導なんか伝わってくる声と全然違うじゃん。ちょっとみんなもやってみてくれ。自分の動画聞くときは全然違和感ない。全くないね。最初はあったな。俺ってこんな声してんだってあったけど、15年もやってると全く違和感ないね。素敵だなと思う。自分の声聞いてみるか。返してほしい。タイトルホルダー,ーさん。あのーね、全然違和感ない。 綺麗。優しい声してる。今度一試合だけ配信一切意識せず声出すイヤホンつけて、ちと音ちゃんと聞きながらバラやってみて。わ <laughs> かった。エイペックスもやってみるんだよ、今度。本当にじゃあ、本当にゲームに特化してやってみるわ。人生で一回もやったことないわ。一回もない。イヤホンつけてたな。いや、配信外だと強えんだよ、だから。エイペックスとかそうだった。めちゃくちゃやった時、なんで俺配信つけると弱えんだろうって思ってたんだけど、 いや、ゴースティングとかあんまあるかもしんないけど、それは関係ないの。半分の意識が配信に行ってるね。俺、エイペックスをしながら配信してるんじゃなくて、配信するためにエイペックスしてたんだと思う。配信中のエイペックスマジで弱くて。でも意識が多少そがれるんだろうなそんな意識はないんだけどね。みんなも試しにやってみてほしい。違うことが。で、カラオケしながらゲームしてみてほしい。多分似てる感覚は。他のことずっと考えながら、この、このキー合ってるかなとか。 これは今言わない方がいいかな、いいかなって感じ。じゃ、カラオケしながら <laughs>、ゲームの音だけ聞いて、あのー、エ p ペックスしてる感覚にちょっと似てる。集中できないよね。多分。でゲーム配信パッてやってみんなができないのって多分、これ慣れだと思うんだよな。歌詞チラ見しながらけ。比較的知ってるけど、ちょっともしかしたらこの歌詞わかんないな、ぐらいのカラオケしながらやるエ p ペックスぐらいの感覚。でも慣れたらできるじゃん。違和感なくなるじゃん。 ちょっと似てると思う。だ上手い人ってあんま喋んないのは、ゲームにすごいリソース採点だと思うよ。ノオニアがだからめちゃくちゃ下手なのは、多分配信で喋ってるからだと思うよ。あんだけ喋ってたらそれ弱えよ。だってさ、昨日の i ックスもさ、英語なんで喋ろうかって思う。<laughs> あれさ、人生で一番下手だった時の、オニア。それはさ、日本語でもそうなのに、これ英語でなんて言ったっけなっていうのを考えながらやったら、それはうまくいくわけね。 打足は喋らないくせに移動を食うてアンチ出身でそれはおじさんだから。それ46歳だからだよ。46歳になると喋れないしゲームもできなくなる。まあ、でも上手いけどね。エーペックスもバロンも俺より上手くない年齢加味せずとも、だってさ、打足さんバロンともゴールド行ってるしさ、エーペックスもマスター行ってるでしょ。いや、エーペックスも打足な方が絶対上手いよ。だ俺と今日ちゃんと打足ってエーペックスリリース初日からやってんのね。 で、俺と今日ちゃんはすぐやめて一回。打足ずーっと一人で、何にも流行ってない日本で何にも流行ってない時から一人でずっと打足やってたんだよ。継続力もある。い初日はね、あんまりやってる人に、はまだパブ G が前世紀で、俺もパブ G 好きだったから、何がエーペックスだ気持ち悪い、こんな色鮮やかでよ。ちょっとだけやったんだよね。で、俺、正直エーペックス流行ったのってスタルのおかげだと思うから、スタイリッシュヌーブが配信でなんかやり始めて、 ペックスでスタンドでバーって広がってないで、周りのやつがバーってやり始めて、みたいな。そうだよね。有名な配信者がやってなかったんだよ。で、スタイリッシュヌーブで結構ブワーって流行った気がする。で、一気にブワーって、配信でみんなやり始めてるって見えちゃうの。もちろんやってた人もいっぱいいたけど、なんか爆発的に広まっていなかったんだよね、日本で。俺、APEX 始めたの遅かったね。パブジー始めたのはめちゃめちゃアーリーアクセスからちょっとやってたから。俺、でもそれはアニジャオちジャのやつ見て、視聴者に言われてやったのかな AWSD もできなかった。今見たら今の俺クソ上手く感じるぜ。まだ、ランクもなくてさ、今日ちゃんと俺と座席で。あの時のアカウントって、まだあると思うぜ、あの時のアカウント。ログインの仕方がわかんないんだよね。AABBCCDD みたいなアカウントでやってたんだよね。てか、ログインしてみて、あれ。ね、俺がさ、一番最初にやったアカウントでログインしてみていいちょっと。あ、これだ なんで知ってんのこれが、うんこちゃん12345679。これが AABBCC のアカウント。ちょ、ちょっとさ、俺がさ、シーズン1の初日からやってた、ログインしてみていい <laughs> こっちらしい。<laughs> ABC2213A9542260。これだぞ、うんこちゃん。ありがとう。<laughs> ストーカーじゃねえかよ。<laughs> なんで知ってんだよ。これさ、スチームでもログインできるできないな。これ、なんだっけ ?EA のやつ。ちなみにもうそれは乗っ取られてます。<laughs> 乗っ取られてる もう乗っ取られてんだ、俺オリジンだ。あ、もう乗っ取られちゃったんだ、俺のアカウント。乗っ取り返すわ。てか、俺のさ、カトマスのやつもさ、あ、すでにインストールされてます、だって。ね、カトマスのアカウント返してくれよなあチーターに取られたんだよ、俺の思い出のアカウント。マスターバッジ持ってんだぞ、唯一一個だけ。チーターに乗っ取られたんだぞ。あのアカウント売られてゃた。<laughs> 最悪え、俺の思い出のアカウント売られた 売られたらしいよ。EA アカウントにサイン。もう EA アカウントなんかにサインできるわけねえだろ、気持ち悪いな。顔で分かれや。俺だろ、どう考えても。バカなんじゃねえの、こいつ。いや、もうほんとぶっ飛ばして。ゲームトレードっていうアカウント売買サイトで5万6千0 0売られたら下げる俺買うわ、じゃちょ、俺買う。買う。俺買うよ、そのアカウント。返してくれや、だから。あ、メールご確認ください。あワンチャン行ったあ、リセット用パスワード。 いったーあ、いったあ、いった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 これが多分4年ぐらい前に人生で初めて耳かきまん BB 違う。これじゃねえ。耳かきまん BB じゃねえ。これ多分さっちゃんのやつだ。<laughs> さっちゃんのやつだ、これ。<laughs> さっちゃんのアカウント出てきちゃった。名前変えられてるえ、これさっちゃんのじゃないのこれさっちゃんのアカウントだよ、これ。 全然違うアカウントで俺ログインしちゃった。嫁のアカウント乗っ取っちゃった、俺。え、多分さっちゃんが俺のメールアドレスで、フレンドリフト見たね、これなんとかしてさ、俺のさ、このアカウント、abc2213a95422、これなんとか、勝手にパスワードも変えちゃった。<laughs> 勝手<に笑>乗っ取っちゃった。え、え、bbc でやってるってちつこの時、ね、ちょっとさ、これ送ってくんない俺に。 いや、さっちゃんのサブアカみたいなやつを乗っ取っちゃった、俺。しかも、あ、メールアドレスも、変えちゃった、全部、全部。不正アクセスしちゃった。俺、バンすんなよ。パスワードさ、いや、パスワードがわかんねえ。なんでわかんねえんだよ、パスワードが。でメールアドレスもわかんねえ。なんでパスワード毎回わかんねえんだよ。わかんねえ、それも。パスワードもわかんねえし、なんでパスワード毎回わかんねえかもわかんねえ。わからねえということだけわかる。 エイペックストラッカーに出てこねえから名前変えられてるぞ <laughs>。え、じゃあわかんねえ。あの、こ名前変えられて、いや違う。多分さサッゃんのサブアカみたいな感じだと思うよ。あいつアカウント2個持ってるから。を今変えたっしょ。ありがとう。ありがとう !2019 年の2月14日にやってるよ。俺でもさ、この前のさ、ダクソのさ、公式でさ、スタヌとシャカ来い誰がいいとか誰が、超少ねえキャラ キャラ超少ねええー、こんな少ないのキャラうんこちれこれが俺の上がるの ABC2213A942260 が俺な回数は150回ぐらいですちなみにまだ俺リレーが好きだったんでリレーがダソる打足と京ちゃんが毎回リレー降り,リー降りよリレー降りよっつってさかかかえあまだベストが裸でスタートのスピードないか このアカウントやりて、倒してんじゃん。おい <laughs> よく殺したよ殺した仲間殺されるとな。このアカウント取り返したい。すげえ勝った。なんとかしてログインできないかな。っっほんでさ、あれしようぜ。このアカウントだったらダブハンツー目当取れるから、今だったらさ、ね無双できんじゃね俺はリリース二日目からやってるけど、プレゼンター一回も行ったことない。俺リリース初日しからやってるけど、マスター行ったことないぞ。 最高ダイヤの3。一緒だね。今、FPS ブーム、どうなんだろうね。どうなんだろうね。ゲームが新しいのないんじゃないエ p e ックスちょっと落ち着いてきてるでしょ。でも最近またちょっとエ p e ックス流行ってるの。すごかったね。コロナの時のエ p e ックスブームってすごかったね。てか、エ p e ックスって、あの、シュラウドが開発にちょっとだけ関わってんだよ。それで、なんかちょっと海外でめ、なんか、アドバイスしてたんだよね。シュラウドが。 で、あの、パブ G の CSGO のレジェンドでパブ G 配信者のあのシュラウドが、シュラウドって最近配信してるあ、なんかバロラントのプロになったみたいなニュースが最後だな。ツイッチで2万人ぐらい見てる。おおじゃあまだ最前線でやってんだな、シュラウドも。今さ、海外のプロゲーマーで一番人気って誰ああの、XQC。XQC。あいつ10万人ぐらい集めるもんね。あいつずっと人気だな。元プロゲーマーだよね。 ツイッチってさ、本当に移り変わり激しくて、うわ、この人すごいなっていう人を1年後に見たら1万人集められないみたいな、ざらにあるんだけど、あんなにずーっと人集めてるやつって、今世界にもあんまいねんじゃねえかな。若いぜ。20代。忍者とかもの聞かなくなっちゃったもんね。まあでも、莫大な罪を築いてるだろうから。あ、ド,ドクターディスリスペクトとか。ドックやってないのツイッチバンされて、YouTube やってたよね。何十万人も見せたよね。 ラストでお前ゴースティングした配信のナルトは結構有名になったから借り取る。じゃあそろそろ借るか <laughs>。お前、俺の配信邪魔しに来たよな、っつって。2、3万人くらい集めてんの。そしたら俺、おこぼれもらいに行こうかな。逆に俺がちょっかい出す側で。そろそろやるか。<laughs> ラストかトカゲどっちかやってくれ。なんか、両極端だね。なんでもいいんだな。<laughs> 釣りもありだな。夏前はしたくなるんだよね。 カつトさん、タバコも再開したし、ヤニーパーセント更新しませんか赤狼じゃなくて、なんかさ、チャレンジ系のゲームやりたいな。なんかねえかなネジキーとかさ、赤狼とかさ、ポポロみたいな。おもろいやつ。俺を熱くするやつ。1ヶ月ぐらいかけて、ははっ、お、ネジキの世界記録、ははっ、お、ネジキの世界記録俺が更新しようかな。30年ぐらいあればできるよね ?40 年ぐらいか4 50年あればできそうじゃない ?30 年ぐらいか で、90何練習を達成した瞬間に死ぬ。いい最後だった。スマブラビップかまあ、ありだなーああ、練習しなきゃいけないな、そしたら。スマブラビップマジであじだな行くか。あり。多分練習すれば多分行ける。練習すればね。しかもうち上手いやつらいっぱい書かれてるから教えてっ、つってさ。この間バトラーが1ヶ月ちょいで達成したあいつなら上手いじゃん、ゲーム。 え、下手だったのに、言ったの。だからあの時の俺の先生、オニアだよ。ねえ。俺、ニアに教わりながら剣やってたんだよ。タケラとオニアタケラはめちゃくちゃ上手かったけど、でもそんなさ、四六時中聞けないじゃん。オニアに聞いてたんだよ、俺。でもずっと褒めてたいや、加藤さんは、あの、小流剣がコマンドで出るからすごいですって、もうそれしか褒めてくんないの。いや、小流剣をコマンドで出る,出るやつはいないって言ってたから、人選ミスったかな。 <laughs> オニア鬼屋に土台固められて終わった。え、や、俺、鬼屋に土台固められて終わったの。まさか。未来ある若者をあいつが消し、潰したの。結構俺、そういうのオ鬼アから教わる癖があるんだけど。お前が使ってたキャラは、パックンフラワーとケン。癖があっていいじゃん。パックンフラワーとケン。最高じゃないでクッパは別になんか使う気もなかった。強そうだったけどね。好きなキャラ使いていいじゃん。 まあでも、剣が好きだなぁ。面白いんだよね。あ、スチームの認証終わったかなちょ見て、見てみようか。もしかしたら終わってるかもしんない。行け行けうーん。認証終わらず。キュート面白いのそんな。どういうゲームか調べていいあ、なんか勝手に動いてる。ここってに動いてる。何するゲームなのこれ。ボールを地面につける。なんかこ、こういうなんか、携帯のアプリあったな。 いや、これ、俺、これ得意だよ。僕、これ、携帯の、ムーバーのアプリでやってたもん。これ、アプリであったよね、前ね。俺一応 IQ169 ぐらい。ち、まあ、まあ、全然少ないよ。IQ169。まだまだこれからだよ。メンズーは興味ない。肩書よりも俺が大事だから。で、繁盛はこのゲームで犬以下の IQ でさ、<laughs> 正しい。繁盛よりはうちの肌の方が賢いからね。 持ってるけどプレイしてないスチームのゲームにしていいよ。すごい歴史を感じるね。これファイナルファンタジー系とか全部やってないでなんだこれ本当に俺が買ったのかっていうのもある。まあその中でも一番はこれかな。パンチクラブ、ね、令和5年に20時間やったやつは俺しかいねえだろ。いや配信外でゲームはもうほとんどやらないかな。スチームなんていい、多分人生でいい、本当に新しいゲームやったことないんじゃないかな。パープルの A 館9しかやってねえよ。はい、携帯出んねえかな。プレイ時間中に並べられる。 どうやってプレイ時間順に並べられんのプロフィールから難しいこと言いやがってや検索の左。検索に左ねえだろ。右か、これか。はった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 あった。ないやんその上ここ並び替え、プレイ時間。PUBG、デッドバイデイライト。まあ、でもこのデッドバイデイライトちょっとあれだな。盛られてるな。Apex、ラスト、ラスト171回やってる。あーク171回やってる。え インスクリプション145時間やってるよ。俺これつ起動しながら旅行でも行ったシビライゼーション、ウイポー。ウイポーやってたねーダンロン、ジャッジアイズ、バンパイアサバイバー、の、の、これ消すわ。えー、っと、モンハン、バイオリフォー、パンチクラブ、初めてですよ 20分、16分、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 3分。3分、1分。何じゃ、1分何したこれ。これ多分趣味で集めた。ドラクエは。これは、そう、B100 の続編がアーこ号だっつったけど、ギャルゲーみたいになっててやめた。で、この辺は、ま、いずれやる、いずれやろっかーっつって、ダウンロードしてやめた。で、スーパーピープルは普通にやめた。で、ホグワーツは、あの、組分け防止のところでやめた。パブ G2000 時間やってるわ、これ。 え、2000時間しかやってないの逆に。パブ G って俺。え、もっとやってないパブ G。俺、1868時間しかやってない ?APEX と同じぐらいだね。多分、2000時間2000時間ぐらいだな。これさすがに、e、EA の、あれでも、1000時間やってるはずだから。インストールしてるやつしかできてなかった。へえ。でも、インストールされてないやつはでも、しょうがないよね。1866時間で丸々2ヶ月分や。そうやって考えると、すごい大きく感じるね。 丸々2ヶ月。ノイタがお前に何をしたんや。海外旅行行く前にノイタやってて、朝辛かった。その怒りが俺まだ抑さ、抑えきれない。許さない。なんかの海外旅行の前日やってたよね、俺ね。あれなんだっけベトナムだ俺ベトナム寝ないで行ったんだよ。ノイタのせいで。うん、ふざけんなよ。で、体調悪くなった。飛行機投げて吐きそうになった。右肩あたりがずっと痙攣してるけど病気かな、それノイタだよ。 絶対のいた。超会議の伝説はずっと言う名前やってた。あれおもろかったね。やりてえわ。言う名前って何やってたっけスチーム You shall know get away! 勇者ノ l 勇者ノー勇者ノーファラウェ n ル n ル !PS5 か。お前と向こうは NG って人多いらしいな。こっちから願い下げだよ。カス、ぶっ殺すぞって言っといて。なんでてめえが俺と一緒にやる、やる前提でこっちから願い下げだよ、おい。こんな野郎クソ切れてんぞ、ンが。 ダボハゼが。超ニャンコ大戦争やりたい記憶消して。俺ニャンコ大戦争二日丸々やってたよね、あれね。俺24時間くらいやってなかった。あれおもろかったよな、ニャンコ大戦争。あれなんなんなんもろいの見てるだけなのに。あれクソおもろかったよな、ニャン、ニャン大。あれなんだったんだろうね。寝るという体で裏でレベリングしてた。もうガチじゃん。配信外でもやってたの。正確には27時間45分ずっとやってました。面白かったなぁ。 前クリしたしね。俺。奈良県にボーナスがあったからトイレ行った時もずっとやちょってた。とあれ、トイレに持ってくわーっつって、レベル上げしてたのか。馬娘やるか今、この時期に。<laughs> マジであり。その代わり、俺、あ金払えよ。あの、再現側が金払えよ。マジで。自分で払いたくねえよ。40億こなミに払うから無理。馬娘でもっと、もっと稼いでそう。で、こなに40億俺に1億払え。 あ、サービス終了も条件に入ってんだ。じゃあもうできなくなっちゃうんだ。白黒はっきりつけようって、いうことやな。コナミ結構ガチで切れてんだね。まあ、でも若いしそうだけどな。手を打つっていう。え、コナミ別に、評判落とさないでしょ。いや、それで、白黒はっきりつけて、つけてくださいってさ、司法に委ねてんだからさ、なんでコナミを批判すんだ、そんな。それを決めるのがな、裁判なんだから。別にコナミ叩かれる筋合い全くないでしょ。それでさ、 そうですね。コナミさんの言う通りですね。サービス終了してくださいって言われたら、ね、別に、馬娘側が悪いってことだもんな。まあ確かにパワープロだしね、あれね。やってること。なんかでもさ、競技してる場所はそこじゃないんじゃなかったっけその判件は切れてるみたいな。見たよ。お前もプレイしててパワープロに出ると思った。で、別になんかそういうのはあるもんなのかなと思ったんだよね。別につまんなくなかったよ、馬娘。デッキ組んだ時のイベント発生関係。むず。 ちなみに M リーグは再現側が勝ちました。<laughs> バチバチだっただろうね。あ、ニンテンドーと後ろ猫は結構長引いたんだ。でも最終的にニンテンドーの言い分取ったよね、多分ね。まあでもニンテンドーが負け戦するわけねえしないや、それはダメでしょってなったんだろうね。ニンテンドー、日本で一番温厚な企業だからな。本当に。ニンテンドーを怒らせるって相当なことしなきゃ怒んない,んないからね。ニンテンドーは本当に優しい企業だよ。 その、ユーザーとかに。マジで。本当に優しい。だからこそ怖い。任 <laughs> 天他の企業全部に嫌われてもいいけど、任天堂に嫌われたくない。なんこの、なんかもう、配信者として殺されそう、マジで。俺、だから、任天ドックだってってんじゃん。俺、変える、名前変える、任天ドックだってってんだろ。任天ドックス。俺は。またの名を。うん、複数。ニ、あ、ごめん、任天ダーゲだった。でも、課金してた人は可哀想だなそれはちょっと、 だってさ、そんなことになるだなんて思わずに、とんでもないぐらいの課金してる奴いたでしょ白猫の会社勤めてたけど、その裁判終わる頃に不自然に偽らされた。<笑><笑>煽り受け取るやん。煽り受け取るやん。でも仕方ねえよな。だったらもう馬娘の権利を任天堂に譲って任天堂がサービスを続けてった方がいいな。でね何、何千万と課金してる奴にかわいそうだよね。サービス終了しろとか言われたらさ。 粉娘にしよう。あ、俺、ニンテンドじゃない。あの、粉娘。マリオの映画ネット流出版が900万回も再生。全編を勝手に放送するテレビ局も出る。いやー、これはやばいね。お前、ニンテンドの <laughs> 映画をネットに流したら、ほんっとにやばいぞ。血の果てまでくもう絶対やめた方がいいよ。今消してももう無駄だぞ。クソやばいと思う。海外のテレビ局が勝手に流したってことでも海外だからまためんどくさいのかな。 ブエノサ・アイレスのテレビ局、ジェン・ TV が新作マリオ映画を無断で押す。<laughs> 迷惑系 YouTuber みたいなやつもいるんだ。えー、テレビで流せんのかよ、あれ。やばすぎだろう。ウマ娘の月間最高課課金金額はは万万世界一課金してるやつは万すげえ世界だなどっから金出てくんのいやでも、ポケモンカードがもし万が一出たらそれ以上のコンテンツになるだろうね。マジで。 現物であんだけ売れてんだもんな。でも、その法が整備されて、データでそういうやり取りするようになったら、もう買えない人がいなくなって、それはいいんじゃないいや、相当売れるよ、ポケモンカード携帯でできたら。めちゃくちゃ売れるぜ。だってもう紙で出せなくていいじゃん。めっちゃ売れると思うぜ。俺も、だって俺もめっちゃ課金するもん、多分。楽じゃん。わざわざ買いに行かなくていいんだぜ。データとリンク、あでもこんだけ紙売れてんのに出す理由もねえよな。 あ、そうか、遊戯王がそうでもないってことはまた違うのかな遊戯王って今もなお紙売れてんの紙売れてんだ。で、ポケモンカードが若干インフレ中みたいなでもカードゲームのアプリは遊戯王が特許持ってるんだろうからまたコナミが出てくる。<laughs> なるほど。やっぱ、コナミって特許いっぱい持ってるからパワープロとかも、強えど、コナミも。俺は、まあ、いろんな野球ゲーム出てほしいから、 ちょっと柔らかくしてほしいなと思うけど。まあ、それは会社がね、会社の業績だからな。まあ、パワープロだけあれば、ま、最悪いいけど。重鎮よ。実況、ハートフルブロ野球持ってんだよ。でも、ニンテンドーとコナミが争うことは、ま、あないと思う。だって、トップ2みたいなところあるやん。まあ、カプコンか。うまいこと住み分けてんだろうな。で、コナミって他にど、何のゲーム出してるっけパワープロ、ウィーレメタルギア、プロスピー、 スポーツ系か。キラーコンテンツ持ってんねじてか、トメも出せよ、お前。コナミ。ときメも出そうぜ。現代の技術で。ときメも出さないワンツーと同じシステムで。なんで出さないのこんだけね、映像が綺麗になってる今。売れないかな、ときメも。めっちゃ売れると思うけどな。ときメキメモリアル。音ゲーもそうだな、コナミって。イメージだね。ギャルゲーって売れねえのかないやシステム全部一緒でいいじゃん。 ワンのシステム最高じゃない能力高めて、絵だけ綺麗にして、ちょっと内容か変えて売れ,ればおもろいでしょ。時メモの制作部が配分になったので、時メモも系はなかなか出ません。あ、そうなんだ。小学校の時ぐらいだろうな、時メモが出てさ、親戚の兄ちゃんがやっててさ、羨ましいな、俺もエロい女のおっぱい四つとかを触りてえなって思ってた記憶が。ドラクエ5と同じ時に同じ感情を持ってたから、歴史は深いよ。ナミの時メモの。 俺の海面体を育てたのは好みだからね。こんな俺チンコクソでかいじゃん。お前らと違ってクソむけてるし。それコナミのおかげだからね。めちゃくちゃチンコでかいのね、俺。好みのおかげだよ。ちっちゃい頃から海面体を刺激されてたから。むけ、あのー、立ってない状態で13センチぐらい。立ったらでかすぎて測れない。40センチぐらいかな。40、50センチじゃねえ。やっぱ俺30センチ以下のチンコ見たら、ふんって鼻で笑っちゃうからね。サウナとかで。ちっさっと思って。 測っちゃう。どうしても。どうしてもね。俺、リアルに勃起したら30センチあるんですけど、写真送っていいですか送っていいよ。見たい。チンコの大きさ、おい、おい。チンコの大きさ競い合おうぜ、今から。<laughs> みんなで <laughs>。俺しか、あの、俺しか喜ばないけど。でけえみたいな。俺、俺の声色だけで。やっぱシンプルがゆえにおもろくない。チンコの大きさランキング。チンコの大きさ選手権。18歳以上。 18歳未満だとジポでパクられるから。違うんです本当にエロ目的じゃないんですチンポの大きさを比較したかっただけなんですなどと供述しており、って俺がニュース出ちゃうから。18歳以上で、お願いします。20歳以上にしましょう。格好悪すぎるんで。それでジポで捕まったら。<laughs> マジでやるんですかいや、配信で映せねえだろ。20以上でも遅らせたら捕まるだろ。な <laughs> んでだよ。俺が無理やり遅らせたわけじゃねえだろ。 チンポの横に免許証もね。<laughs> チンポも遅れない世の中になっちまったのが本当だよな。チンポも遅れない世の中になっちまったよみんな。つまんねえ世の中になったよな。生きづらい世の中だよ。ダウンタウンの松本人志、早くて2年遅くて5年くらいで引退するって言ってた。まっちゃん今年で 60?65 か。30代のイメージあったけどね、もう、若者のカリスマダウンタウンも、還暦ですか。まあもう、 やり尽くしたってことか。なんかでもダウンタウンより面白いお笑い芸人見たことねえからな、未だに。千鳥とかかまいたちが今、これから中心になっていくの。<laughs> ノンスタイル、ま、ノンスタイルおもろいけど、そこに名を釣られる。<laughs> ってすごくない津田さん。ね、千鳥とかまいたちとさ、24時間テレビやんの。<laughs> 俺この間会った時言ったんだよね。え津田さんほんとすごいっすね。っつって。悪くないなって顔してたよ。<laughs> いやいや、まあ、僕俺はそんなことないよ、と言ってたけど。<laughs> すごくない千鳥かまいたちダイアンだよ。まんダらでもそりゃそうでしょ。すごくない中堅どころ。今、千鳥って何歳 ?45 歳ぐらい ?43。かまいたちはそんぐらい俺らちょい上ぐらいの世代 ?40。いや、かまいたち若で、津田さんは ?45、五6ぐらいじゃないテレビの中心か。いや、テレビだったら40代って若くない配信者で40代ってもうさ、 結構な年だけど。気になる放送内容は、千鳥が MC、かまいたちが対決パネラダイアンの祐介が鬼の声、過去と影ナレーションを務める、千鳥の鬼レンチャン。これも,もろいもんね、鬼レンチャン。つかまえていてねー。あの、ほい。ほい、ケンタの。あれ、くそろくないあれ、ザコシが物ノマしてるの、くそろかった。似てた。てか。体グーってやつ。<laughs> あれ、めちゃくちゃ笑うんだけどあいつも。 てか、津田さんいなくなかった今。ねえ。さらーっと流したけどさ。津田兄はねえ。ちょっと待って待って待って。津田兄は出場する側か津田さん出てたもんね、前ね。鬼レンちゃん。いや、津田さん思んないってやつはちょっとね、俺的にね、もう、笑いの、あれがわ合わない、俺と。ああいう人が一番おもろいんだから。津田は関西ではカリスマださ。<laughs> カリスマって感じじゃないんだけど、おもろい、津田さん。 なんか、カリスマかと言われたら俺はカリスマじゃない、ない気がするけど、面白くないそうそう。津田,さん <laughs> 津田さん見て笑いながら一緒そこら辺の売れない AV でも見てるのら <laughs> めちゃめちゃ津田さん信者も来た。ねは津田おもんねえって言うのらその辺のおもんねえ AV 上見とけよ。だって。津田の扱い東京,と東,東京と同じやぞ。<laughs> 本場の関西人が正しく評価をしてくれました。<laughs> 津田さんみたいな。 芸人一番好きだけどな俺、俺津田は変にプライド高いから、いじられてなんぼの芸人になる、人気ない後輩からいじられたらめちゃくちゃ切れる。くそおもろいじゃん。それも。<laughs> それがおも、おもろいじゃん。めちゃくちゃ面白いじゃん。テレビで見ない日ないぐらいテレビ出てるけどね。津田はラジオで後輩の悪口を2週にわたって話してた。<laughs> 続きは来週ねっ、つって。で、先週の続きなんですけど、つって。また、悪口言ってたの。<laughs> 面白いじゃん。 お前が女だったら津田とは結婚したけど、津田さん俺だって生で見たことあるけど、かっこいいぜ。シュッとしてて。おしゃれな服着てて。松田さんかっこいいと思ったよ。で、シュッてしてるぜ、津田さん。細くて、なんか、シュッとしてる。<laughs> それが確実にそマジでったけど、チビでブスだな <laughs> やっぱ,やっぱ、お化粧して、衣装さんがおしゃれな服着てるからか、うんこちゃんって自分の顔どう思ってんのめちゃくちゃ好き、俺。自分の顔大好き。 最高。生まれ変わったらまたこの見てくれ。この性格のまま生まれてきてほしい。めちゃくちゃ、かっこいいとかかっこよくないって本人たちが決めることじゃん。めちゃくちゃ好み、俺、自分の顔。ほんとに好み。めちゃくちゃ好み。火の打ちどころがマジでないいや、整形なんてするところがない。どこ整形すんのいや、顔でかいのもポイント高い。みんなに覚えてもらいやすいし。いや、頬骨なんて、お前、俺頬骨なかったら今飯食えてねえぞ。 ものすごい愛くるしい、この頬骨も。本気で思う。目、鼻、口、顔の大きさ、どれを取っても100点。いや、キャラメイクも楽だし、本当に良かったなと思う。イボだけだな。このイボさえなければ、もう本当に今99.7点なのね。イボだけ。本当に。そこさえ取れれば、100点かな。でもこのイボ取ったら顔のバランスが崩れてさ、集計恐怖症になってさ、またいじり始めそうだからさ、 止まんなくなるじゃん、整形って。だからちょっと怖いんだよね。勇気が出ない。これ最後、抑止力。歯止め効かなくなるからさ。今で2000万ぐらい。結構してるよ。俺は町会議、子供3人連れて行ったけど、うんこちゃんの写真を子供が撮ったら、ほぼねしか写ってなかったけど、子供が撮ってくれた、うんこちゃんのほぼが大事で今待ち受けにしてる。その待ち受けの写真見してくんだ、ね、い俺のほぼね、俺も待ち受けにするよ。一緒の待ち受けにしよう。俺と。 お、俺この前整形外科で顔のこと相談したらブスすぎて見積もり100万個えて泣きそうになった <laughs>。ボロは綺麗ども心は錦や大人になってモテてる男でかっこいいやつなんてほんと人握りだぞ。俳優じゃあるまいし。男の子も最近整形するみたいだね。どこ整形するのでもやっぱ違和感が拭えないな俺。二重ぐらいにしといた方がいいぜ。多分。それ以上はほんとおすすめしない。この人整形してるなって顔になっちゃうからさ。目だけにしとき。マジで思う。 いや、鼻とかやんな方がいいぜ。だって鼻だけ立体的で、他なんか平面、日本人の骨格ってさ、やっぱさ、彫りが深くなくて、それがもう特徴じゃん。それがもう、ね、本来の顔から、部分的に変えたら、違和感すげえぜ。わかるぜ。一つやっちゃ、異物入れたら、プロテーゼとかガンって入れたら、他もいじんなきゃいけなくなる。おでこも出さなきゃいけない、顎も出さなきゃいけないって、量産型のあの、整形顔に行き着くぜ。 で二重だけだったらさ、分かんねえじゃん。本当に二重だけにした方がいいと思う、俺は。さっちゃんが整形するというよ全然金出してやるよ。女の子はさ、もう、あれじゃん。一生、え、でもあまりにも異物入れようとしたら、やめときなって言うけど。別に今でも素敵だよって言うけど、目の整形とかだと全然、正直、もう抵抗はないかな。みんなに言うよ、俺。別に今でも素敵じゃん、つって。でもやっぱ、大幅にいじり始めて、 写真とかだと綺麗に一見見えるかもしれないけど、やっぱ違和感ってさ、どうしても生まれてしまうじゃん。なんやめた方がいいんじゃないって。<laughs> お前も糸で釣り上げろ。<laughs> 垂れたほっぺた。俺も垂れたほっぺた。釣り上げようかな。俺男のことしかわかんないけど、男って整形よりすることいっぱいあると思うんだよね。整形って多分さ、まあ、自己満もあるけど、向こう側に異性とかさ、を見,見ながら整形すると思うの。もっとなんか、やれると、まあ、筋トレとかもそうだと思う。 だからラファエルが、なんかみんな制限すればいいみたいなこと言ったけど、俺はしなくていいと思う。別に。止まんなくなるから。お前ラファエルなんかチェックして、いや、なんだっけ、なんかのまとめサイトで見たよ。医者が整形を進めたんだっけちょっとわかんないけど、どういう経緯かわかんないけど、なんか医者と喧嘩してなかった。リスクがでかすぎるわ。いや、まとめサイト最近全然見てね、なんか、俺が見てたヌルポアンテナが広告がエグすぎて、もうまともに見れなくなって、ツイッターかなんかの、 あれじゃないまとめサイトみたいな。最近やばいわ。何の目標を持てたいとかもなく好きで筋トレしてるんだけどおかしいからみんなに、いや,いや別に笑わせたけそんな、貸すのも。俺も別に何の目的もなく好きだから配信してて,して,て,てみんなに笑わせてたけど、今俺そういつらのこと笑ってるよ。<laughs> 好きだからやるでいいんや。別に健全じゃない俺筋トレが一番金もかからない最高の趣味だと思うんだけど、体も健康になるだろうし。筋トレと加藤淳一。 かかって500円だよ。サブスク。<laughs> よくない <laughs> 筋トレと加藤十字が、もう、最大のコスパの良い,い趣味。マジで思う。タバコ一箱我慢する。でも続かねえんだよな、筋トレって。マジで。元巨人田口の見下し発言どう思う思う俺が言ったけど、俺田口は悪くないと思う。自分になんか突っかかってきたやつに対してそんなやつの意見は聞かねえよ。見下してるよっていうのは全然もう。だずっとあいつバカだからさ、あのー、言葉の、ね、 チョイスをちょっとだけ間違えただけで、あれってか変更報道だよ。だあいつなんかいいやつっぽいじゃん。あれ切り抜き方がほんと悪質。あれ見てる奴らのことをみんな見下してるよなんて言うわけないじゃん、タクジが。あれ、本当にあれかわいそう。<laughs> 俺かと11趣味だけどただだぞ。<laughs> なるほど、そういうそう。ただでも見れる。別に謝る必要もないんじゃないかなって。いや違いますよ。これは僕のことを馬鹿にしてきたりする奴に対しての言葉で、皆さんのことは全然そんなこと思ってないですよって。それは多分そうでしょう。 お前なんか終わってんだよ。下手くそとか言われても、いや、そんな奴らのことを見下してますよ。だから努力のある、ね、今の田口がいるのはさ、小学校何年、2年生ぐらいから野球始めて、そんな奴らよりいっぱい努力して研究してきて、おかげでプロになったから、それを見下しちゃうでしょ。いやいや、お前なんかその努力もせずに、ガチャガチャ見てるだけで、俺から、俺に上から物言ってんじゃねえよ。それは下に見るでしょ、そんな奴。応援してくれてる人のことを下に見る人間なんていねえよ。誰の年収億超えてから言うように、似たものい。それは いや、俺だったらこんな、こんな立場で、奥、奥もらっても、こんな立場でいられねえよ。みたいな皮肉に出して、いやいや、お前奥もらってから行ってみろって言っただけで <laughs>、すげえいい言葉だなと思った。自分から言ったからね、俺が奥もらっても、もらいた,やりたくねえよって。でも俺らのことは下に見て上にも下にも見てねえよ。知らねえ。お前らが人間かどうかもわかんない。定かじゃねえのに、下に見ねえだろ。上にも見てねえ下にも見てねえよ。図に乗んな。文字だと思って見てる今。 たまに街で会うと、あ,あ、視聴者って本当にいるんだって思う。わかるから <laughs> プロだから <laughs> 俺、お客様だと思って見てるよ。実はここにいる視聴者全員俺、俺だから、お前ただのピエロだぞ。お前すげえな。裁判所で働くことをお勧めする。即記の能力あるね。あと生放送の翻訳とか。そっち系の仕事についてください。向いてます、あんた。一番尊敬する職業って何うーん、医者。命を救ってるから。もっと尊敬されてほしい、医者。 給料も、みんなが思うほど高くないと思うので、お医者さんって。やっぱ医者だな、俺。くだらん YouTuber が医者より金もらってるの、ほんとだよ、ね。俺以外の YouTuber マジで年収500万に固定してほしい。ヒカキンも年収500万。俺はいいんだよ。俺は偉いからいいんだけど、明確に俺は思ってんだけど、俺以外の YouTuber 固定給にした方がいい、マジで。あいつら6でもねえぞ。で、俺マジで無理。俺偉いんだよ。んそうん、そうしないどうかな。みんながいいよって言うんだったらするけど。 いや、さすがに500万高いけど、でもやっぱね、何十億も稼いでる奴らだから、あんま取りすぎると、ガチャガチャうっせえこと、反対運動起きるから、500。なんかこないだ働けないです、みたいな人いたけど、俺は加藤さんに3年間は辛くても働けって言われて、頑張って最終的に起業したら、成功って、奇跡的に成功して、今のんびりしながら配信見てると思ってられると、まあ、古臭い考えかもしれないけど、3年ぐらいは、苦み、苦虫噛み潰す思いして、働いた方が俺はいいと思うんだよね。 やっぱさ、就職をさ、決め、採用を決めてる、<laughs> 中途の採用とかを決めるときってさ、多分、その辺の昭和のさ、固い考えのやつが決めてるから、結局、そのいろんな、まあ、もう、よっぽどの学歴とかさ、よっぽどの職歴とかがあったら、すぐ辞めててもいいかもしんないけど、何か問題があるのかなうちの会社もすぐ辞めちゃうんじゃないのかなって思われたらさ、就職できなくない多分3年ぐらいはや、マジでやった方がいいと思う。騙されたと思って。ホリエモンとか西村博之の話絶対聞くなよ。 あいつは天才だから、いい,いじゃん。別に学校なんか行かなくていいじゃん。主食なんかしなくていいじゃないですかって。彼ら本気で言ってるからね。働かなくていいじゃないですかって。でも天才なの結構。ネットで話を聞いちゃいけない参戦。メンタリスト大悟、堀江も西村ヘリの話聞いちゃダメ。あの人は天才だから。まあそう、IQ169 の俺にはだいぶ劣るけど、ぼちぼちできるから。無能は仕事欲しく、して欲しくないから言ってるってひろゆき。さ <laughs> 悪魔じゃねえかよ。 悪魔じゃねえかよ。その無能たちがよ、一生懸命さ、ゴミみてえにさ、ね、血の涙流しながら働いてさ、てめえに投げ銭してさ、億万長者になってるくせに。鬼め、ね。俺はやった方がいいと思うけどね。どうなんだろう。大学教授がその三人プラスキングコング西野のことを生徒に見るように勧めてたさ。<laughs> あの、ね、ごめん。三人って言ってたけど、四天王だった。あとキングコング西野。あの人たちは純粋に言ってくるから、本心で言ってくるからさ、働かなくていいじゃないですか。 だからたちが悪いの。それ叶えられる人間って、ほんといないから。それができたら苦労はしない5人目はオリ,エオリエンタルラジオ。あっちゃん。できねえんだよ、人間ってなかなか。配信しようと思ってオニアのエペックスが退屈で寝ちゃったり。人間ってそういう生き物なの。中田はジャニーズの件触れてるから、今ネット界の切り込み大長夫ぞ。あの、黒板に書いて。最近でも、テレビの地上波のニュースとかでもさ、東山のりゆきが、 語ったっていうのをなんかニュースで見たの。なんかでも叩かれてたんだよ。でもさ、そのジャニーズの子、俺ジャニーズ好きなんだけど、ジャニーズの、その子たちになんか声明出せよっていうのは、俺はマジで間違ってると思うだって、どっちかと言うとあれ加害者じゃねえじゃん。ジャニーズの人たちって。被害者側じゃねなんかそれ別に発言する人全くないと思うあれなんか、言わせよう言わせようみたいな。あれ被害者側だよな。別になんかだんまりでいい。黙認していた傍観者、いやでも、言えないでしょ。 事務所が全部言うべきだよな。お前何でもよくする。いや、そんな絶対言う必要なくないくだらない話じゃない。G7 の話しろよ。バイデンが、なんだっけ、原爆を落と,落としたことに関しては謝らないって言ってて、USA!USA! USA なんかその、アメリカに留学していた男に、ね、これってさ、その日本ってさ、原爆落とされてるじゃんって。 アメリカの教育、高校とかの教育過程で、そのことについてどうやって、あの、教育ってあるのって、興味本位で聞いてみたの。別に、さらっと言うらしい。いやいや、日本がそうやって進行してて、あの、俺たちが戦争を終わらすために必要だったんだ、みたいな。まあでもまあ、そうだな。そういう考えもあるなと思った。一方的に攻められて原爆落とされたら、まあ、ふざけんなやったんだけど、それでもなお原爆なんてっていう立場ももちろんわかるし、 俺、原爆も、もちろん反対派だけど、あ、まあでもそうか、って。進行してたのは日本だしな、って。興味深いよ。そういう話はよっちゃんに聞け、オッケー。ちなみに繁盛は G7 何 ?G7 スカウトのことなんであそんな G7 について聞いてくんのって言ってた。<laughs> まあね、一般人を巻き込んでみたいなね。もちろん俺は落とされた顔に生まれた人だからさ、そういう気持ちも強いんだけどさ。なんかでも、なん誰だ,だっけなうわ、誰かが、 ロシアとウクライナの戦争について語ってて G7 サミットになんでロシア呼ばねえんだよ。戦争なんかやめさせるために呼んで会話、会話で解決しろよって言ってるのに鈴木宗男なんかがそうだそうだ全く同じだって言ってたけどそれができねえから戦争起きてんじゃねえからと俺は思ったんだけどさ。そんなの多分お偉いさんたちは何度もやってそうって。戦争ってそんな簡単に起きねえじゃん。そんな簡単に止められたらもう絶対世界中の誰しもが止めてるような。俺でも止めてるわ。 やめようっ、つって。ね、ロシアが抜けたんだよな。お前、広島に何月何日、何時何分に原発が、<laughs> えーとね、8月6日の、時間わかんない。長崎は3日後 ?8 時15分。朝なんだ。世界で原核落とされたの日本だけだね。まあ、でもあんなもんはこの世から消し去るべきだわ。本当に思うけど。あれはまして消し去るべきだわ。そう、ゲームで落とせばいいのに。エイペックスで決めればいい。本当に。それがシビライゼーション。 <laughs> よっちゃんと電話して意見聞け。今度なんか、じゃあその G7 の話よっちゃんとしようか。バロしながら。あいつバロなんてやってる時きっと喋んねえけど、そういう政治系の話になったらペラペラ喋るから。立山首脳会談、立山サミットやるわ。深夜送ったラ LINE 返ってきた。確かに。朝、いつもよっちゃんが、んいい時間、できる時間帯に、おい、バロやんべえって LINE 来るの。だから、いや、一緒にやったらランク下がるから、朝、月曜日の朝4時8分に、おい、今からバロやんべえって返しといた。 仕事休んでやろうぜ、つって。本当に休んだらどうすんだよ。いや、たまには有給使ってくさ、体休めねえってさ、大変だろう。よっちゃんと、天狗ちゃんと3人でエーペックスやりてんだよな。その3人でマスター行こっか。どう思う。40年ぐらいあれば行けそうじゃないえっと、よっちゃんは、えー、ブロンズで、天狗ちゃんはルーキー。で、俺はシルバーの2。3人でハイド一生し続ける。<laughs> 一生戦うんじゃねえつって。ノーウォーって言いながら。 加藤純一アットマーク、ノーウォーでやる。じゃあ。一時期さっちゃんが、グイードミスター、アットマーク、ノーウォーでやったからな。その、ウクライナとロシアの戦争の話が悲しすぎて、感銘を受けて、泣きながら生返してた。<laughs> お前もそういう、そういう人のために流せる涙あるんだ。よく、最近よく LINE 来るよ。なんか、ねえねえ、私のグランドストレーフ見てっ、つって。スーパーグランドス、グライドストレーフ見て、って。 向上心の塊だろ ?5 月17日の23時28分にスーパーグライドっていう,いう動画を送られてきてシカとしたの。そしたらえ、昨日だから5月21日に4日間でスーパーグライドストレーフまでマスターしてる。働いてないよ。グランドストレーフ練習してる。グランドストレーフ練習しながら月100万もらってる。ラスっしょ。ラスみたいなもんっしょ。エーペックスの腕を磨きながらお金もらってる。誰にも披露せずに。 金で結婚した例として強化していや、おさサーちゃんと出会った時俺金なんか持ってなかったよ。暮らせるぐらい。本当にサラリーマンの月収ぐらいじゃない未来のないサラリーマンの、サラリーマンみたいな感じじゃないおしっこしてくるわ。最悪だよ、今日月曜日じゃん。ちょ、俺さ、ズボンからチンポ出して外出てったら坂本ちゃんに見られたんだけど。ぶ、お嫁に行けない。<laughs> 危なそうな情報商材の話とか回ってこないのに俺に買わせるってこと俺にな、何の情報を買わせるの そんなの俺まずグーグルのログインの仕方から教えてほしいんだけど。ニコニコのサブスクの解除の仕方とか教えてほしい。今いるやつみんな職なしですかはい、そうです。この人たちはみーんな働いてません。ま、あ95%だな。5%は在宅ワークとか。終わってます。月曜日の皆さん衝撃です。月曜日の朝10時37分。現在視聴者数16,739人。1万6,000人は無職です。驚異の無職率、今。 が、おじさんが話してるのを聞いてます。異様な光景でしょ結構異様な光景じゃない今。まあ、学生もいるかい学生はさ、5月だよ。まあ、サボってるみたいな。<laughs> 俺今さっきまで寝てたよ。おはよう。<laughs> こういう人たちがほぼ。うん俺今さっきまで寝てたけど、が、70%。全然普通のこと。 普通のコミュニティでこれ言ったら、お前今まででてたのって言うけど、うん、流されるレベル、それが。先ほどの超会議のものです、ちゃんと送れました、見るか。見せれるようだったら配信で見せていい <laughs> めちゃくちゃいいじゃんこれ多分見せれるから見せていいなえー、これ俺も待ち受けにしよう元の写真送って俺も待ち受けにするから、元、元の写真送って俺自分の待ち受け、携帯の待ち受け自分がいいから。この前の超会議だな。配布しよっか これ使っていいですよって。いくらで配布する ?7000 円ぐらい俺結構チェキはで、ね、結構多めに取るって決めてんのね。7、8000円ぐらいすっか。<laughs> 滑り倒した状態に。滑るくそもクソ始まってなかった。なんかゲームがクリアできなかった。まあゲームも、皆さんね、やっぱお話ししてるところも聞きたいと思うんで、まあゲームサクッとクリアして、ね、えー、4人でいろいろ雑談してくださいって言ったら2時間クリアできなかった。なんで汗かいてたんだ。なんか、 町会議終わった後に、俺タバコ吸いに行ったのね。で、みんな、出番終わってみんなお疲れーって帰って、タバコ吸いに行ったの。で、みんな多分裏の動線から帰って、俺それがわかんなくて表の動線からバーンって出たら、視聴者に会うじゃん、そりゃ。で、可愛らしい子供が、あ、うんこちゃん写真撮ってって言われたから、あ、いいよって撮ったら、そ <laughs>、そこのブースにいたやつ、全員来て、全員と写真撮ってたら、3時間ぐらい。あ、もう本番より汗かいた。 俺言ったおい。お前ら本番より今大変だからなって言いながら写真撮ってた、こうやって。汗ビッタビタにかきながらやってた。いかに本番手抜いてたかがバレた、マジで。本番クソ手抜いてたのね、俺。みんないるからいいや喋んねえでいいや。喋んねえで金もらおうと思って冒頭出てたら、<laughs> 必要以上にバレた。こいつ今日サボってたなってのがバレて。最初サラサラだったのにマジで汗ビシュビシュだったでしょ。で、その、列の最後にサダが並んでた。<laughs> そうなんか、 ちょっと待って、ね、絵で説明するね。ちょっとなんかいっぱい人集まっちゃったから、じゃなんか最後一ち並んでください。バーって俺がここにいて、バーって並んでて、一人だけでっかいやつがいて、あ、サダだと思ったので。でかすぎてすぐ近くにいると思ったら、ここに100人ぐらいいて、最後2時間ぐらい経ったときにサダに、あ、サダくんじゃん。なんでそんな普通に喋りかけてよ。ハザーって言って帰ってた。一言だけ喋って帰ってた。サダ。でかすぎて近く感じた。だんだん、あのゼルダので、ね、ムジュラの仮面の、 あの、月みてにだんだん近づいてきてた。でかすぎて、その、大きさし、なんか大きさを、遠近感がバグってた。ポンちゃんいなかったね。前サダと会った時はポンちゃんいたけど。肩に乗ってなかったよ。ポンはお前のことマジで嫌いなのふざけんな。じゃ、ふざけんなよ。俺がポンに何をしたんだ。喋ったこと一回しかねえよ。ポンちゃん俺のことマジで嫌いなの普通に悲しい。純が傷ついてたぞって言うて。 <laughs> 何もしてくれないから知らねえよ <laughs>。で、俺がいろいろしなきゃいけねえんだよ。ヨッサンとか他の雑魚配信者がお前と絡みたいって裏口集まってる時き絡みたいっていか、なんか、加の1に絡みに行こうぜってって緑さん止めてたわ。緑が止めてたってか、加藤この先でヨッサンがいるから、行くなって言われたから面白そうだから出てった俺そっちから。ヨッサンいいのかと思って。たまにはニコ生のそういうなんか汚い風に吹かれてるなと思って。緑さんがダメって言ったところから出てった。たまにはな。ニコ生の人たちと絡まないと。 偏った栄養を摂取することになるからね。バランスよく。加藤に手を出すなって言ってた。<laughs> いや、お前もヨッサンと変わんねえだろ。<laughs> お前と絡んでる時点で別に絡めるだろ。な大概の人間と絡めるだろ。緑さんと絡んでたら。ニコ生の配信者って栄養取れるんですかパクチーみたいなもんだ。そのものを摂取しなくてもいいけど、たまに食いたくなるみたいな。俺パクチー嫌いだけど。そこまで一緒。みんな嫌いなのね。俺ニコ生の配信者のこと全然嫌いなんだけど、そこまでパクチーと一緒。 みんなパクチー嫌いでしょ中には好きな人いるけど。ね、ちょっとたまに食ってみようかな。このパクチー美味しいよって言われて、まあじゃあ食ってみようかな。あ、やっぱりまずかったなって。毎回ぴったし一緒。試食は、ツイッチとか、あ YouTube の、釈とかさ、スタのエビとかさ、マヨネーズとか。麻婆豆腐なの。あれパクチーお前の夢あんな出たがりだってなったのに急に現れたから別に出たがりじゃねえよ。綺麗だよ。人前に出んの。俺がエーペックスやるときに、 誰と、誰もやる奴がいねえな。不正を戦力として呼んでんだよ。エーペックスの戦力として呼んでんだよ。てかちなみに、サッチャーはみんなのこと大嫌いだよ。ちなみに。お前が女の悪,悪口は言うのはいいけど、なんであんなキモい奴らが女の悪口言ってんのマジでキモいって言ってるよ。大嫌いだよ、みんなのこと。みんなのこと好きな奴なんてあんまいないんだよ。誰のおかげで生活できてるのか分かってらっしゃい奴。お前、サブスクしてねえじゃねえかよ。少なくともお前のおかげじゃなさそう。 ああ確かにそうだな。俺も今、お前肯定しようと思って、ほら、さ、さっちゃん見ろ。こういう人たちがサブスクしてくれてるおかげで、俺たちは豊かな暮らしができるんだぞ。肯定してあげようと思ったけど、今一気にやる気が寄せた。<laughs> ドブガエルが <laughs>。あなたはサブスクしてるから、いいです。ドブガエルって言うのいいです。ドブガエルが。お前の視聴者に対して好意的な意見してるの、相撲とサダぐらいだろ。サダ俺の視聴者に好意的な意見を示してるの。サダでも俺、サダの配信、 一回しか見たことない。見た目が好き。一個だけ見たことあるのは、サダがエローマッサージされてる放送で、はぁーって言ってるの見た。メンエースかなんかの。普通にチンポ立った、それで。<laughs> で、すごい嫌悪感。俺なんでサダの動画見てチンポ立ってんだろうって。その日配信できなかった、俺。お普通に落ち込んで。あ、俺サダでチンポ立つんだって。もしサダにコラボしようって言われたらする。普通にしない。ただでさえ俺はコラボ苦手だ、苦手なのに。 あの、サダの配信出るとかは全然できるけど、自分の配信に人出すの苦手だから、普通に、あの、サダが普通に異物。<laughs> 俺が気使いたくない、なんか。自分が出る側だったらさ、そいつの配信が成り立とうが成り立たな、な、なかろうが関係ねえじゃん。ニコニコから公式配信の依頼人全然出てるじゃん、むしろ。たまたまサダくんが出てないだけでさ、その配信に。<laughs> 釈迦だったらサダでもコラボする。そんな <laughs>、あいつよくさ、一緒に配信してるけどさ、別に誰とでもするわけねえだろ。<laughs> 仲いいやつとしてるだけだろ。 お前ら友達いねえからわかんねえんだよ。<laughs> そ、そんな、知らねえ奴とコラボしねえよ仲いい奴としてんだろ、あいつよく。まあ、でもちょっと髪の毛伸ばして、いい感じにしてスパイギアとして送り込む、ワンチャン。さっき、超会議の写真、子供、4歳の娘が、人いっぱいいるし、ここで撮ろうと言って、8倍ドアップにして撮った写真、おー。あの可愛らしい子か、思い出したぞ。すっげえ可愛かったな、あいつ。子供欲しくなる。そういうなんか、親子連れで来てる、視聴者とかに会うと。 子供できたら配信時間減る。いや、もう変わんねえよ。変わんなくらい子供できたら配信時間。いや、風邪ひいちゃったとかあったらさ、そのね、一緒に面倒見るかもしんないけど、減るもんなのかなあ、子供と遊んでて、可愛くて、あ、それはあるかもね。で猫ですらあるからね。顎あごの下触ってたら3時間経つからね。配信中におむつ変えなきゃって言って、あ <laughs> おむつ俺が変えんの 俺がおむつ替えんの赤ちゃんの。嘘だろこの、将来子供が一緒にゲーム配信やりたいって言ったら、うーん。年によるかな。15歳ぐらいだったらワンチャンある,あるかも。物の分別がない状態でさ、発言させるのって怖いからさ。個人情報とか出しちゃいそうで。生放送には出さないから、少なくとも。<laughs> お前50超えてるじゃやるかも。仲間に冒険吐く。下 <laughs> げんなよ、こいつ、マジでや てめえ、バイ合わせろよとか言ってたら、お前本当にそういうこと言うなって。俺、普通、冷徹に怒るかもしれない。でも、親父、こいつらがセカンドバイ合わせねえんだけどそういうことマジで言うな。そいつにはそいつの考えがあるんだから。子供に自分のことなんて言われたらダディ。いいね、ビッグいいね、ビッグって忘れる俺のこと。ヘイ、ビッグ。先日高校生の娘が妊娠しました。ショックで雑談ありません。<laughs> おいどうすんだよお前の娘でよかった俺の娘が西田どうすんだよおい高校生でどうするお前どうする産ませるねえ。お前だって、お前産ませるどうする教えて。いや、俺マジでそんなことされたら、俺相手の男マジ殴る蹴るの暴行。いやマジで殴る蹴るの暴行しちゃうと思う。マジで。ぶん殴るところの騒ぎじゃねえぞ。何が悪いん経済力がないじゃん。いや、勝手に同級生って判断したけど、 25とかあったらマジほんと殺すと思うわ。てめえ大人かよおめえそんなことも分からねえでや。お前てめえや、こんなことやってんじゃん。俺でマジ25以上だったら殺すと思う、マジで。警察捕まってもいい。自分の娘が、ね、17歳とか16歳とかで、いや、お前マジ怒っていいぞ。その、そのまず旦那、今お前聞いてんだろ、旦那呼び出して、くったばしていいぞ、そんなやつ。一回。大事にしてねえじゃん、まず。愛するってことはその人の将来のこと考えるわけじゃん。早えよ。 くったばすよ。<laughs> そうなった場合、相手のとこを殺すことはまあいいとして、産ませるかどうか本気で考えても、いや、多分産ませると思うよ、俺。分かった、じゃあ俺が、その子の分のお金全部俺が責任持つから、産んでいいよって言うと思う。多分ね、おろしたいって本人がおろしたいって言うんだったら、あの、おろさせるし、産みたいんだって言ったら結構すぐ、すんなり産ませると思ういいよって。いや、俺は幸い経済力が一応今あるからさ、ね、貯金もあるし、できるけど、 そういう、いろんな人に迷惑かけるぜ。産ませると思う。別にそんな産んだ後も、ねえ、また大学通いたいとかあったら別に受験すればいいし。でもせめて18歳以上で子供作ってほしいな逆にお前の息子は妊娠させたら、いやマジでくっ飛ばすと思う。マジで食ったば、でも絶対させないけど。もうそれだけはもう、 子供生まれたら性教育だけはマジでしっかりするから、もうたもう、何人もどんだけ上行きしてもいいし、もうどん、何百人何千人とセックスしていいけど、コンドームだけしなかったらてめえ、こねる。チンポの海面体、先っぽ持ってどうせ俺の子供だからクソ方形じゃん。もう,もうクソチンポ伸ばして、俺の、ザララ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 って、チンポ30倍ぐらいになるまで殴り続けるからなって、絶対コンドームさせる。相手の親御さんに申し訳が立たない。 日本刀を持って行って、これで、俺を殺して <laughs>、許してくれて。男も同じ高校の同級生でした。娘は産みたいと言っています。嫁も賛成しています。自分は反対です。うん。まあ、俺だったら産ませるかな。俺だったらね。ら結構うまくいかないけど、両親、あのー、カップルは。恋愛の延長線上で子供作っちゃってるじゃん。でも本人が産みたいって言うんだったら俺は産ませるかな。結構ス,スムーズに産ませると思う。分かったよって。その代わり、 まじ、マジその男一回呼べつって分、一ぶでも、ほもう、事件になってもいいから、二三発ぶん殴んねえと、もう、腹の虫が収まんねえ。子供いない、俺がこんだけ腹立ってるってことは、お前めちゃくちゃ腹立って,てんだろ。いいぞ、いいぞ、俺が許可する。二三発ぶん殴っていいぞ。だお前が大切に17年間育ててきた、なあ被害者ぶったけど、こいつが請求費しなかった、いや、相手の男が悪い。バカすぎる。親は悪くない。てか、なんなら、娘と、その男が悪いわ。 子供じゃねえから、17歳なんて。12歳とかでできちゃったら親が悪いと思うけど。いや、絶対、男と、その、お前の娘も半分悪い。半分は、その、相手の男が悪い。ただ、娘だから可愛いだろうから、その50%を感情なくして、殺さない程度に殴っていいぞ。親のせいじゃねえよ。当人同士が悪いべ。分んべつくべ。ゴムしなかったら子供できるなんてわかんなかったんです、っていう歳じゃねえよ。ゴムしないのが悪い。不遇すぎるわ、そんなの。 俺だって俺だ30で童貞なのよ。よかったよな。お前童貞でよかったな。子供できねえから。ね、変な。ね、の、なんか、望まないタイミングでで,できちゃったりしないからさ。もちろんです。自分も娘も、嫁も、娘も、相手の男も俺ですが、ただただ辛いです。だけど、今さ、俺はすごい他人事で聞いてるじゃん。でもさ、人の生き死に、お前の娘が死ぬっていう話だったら、うわあさ、さぞかし辛いだろうなって思うけど、 10年経ったら多分誤差だと思うぜ、そんなの。あの時運動で良かったねっていう日も絶対来ると思う。そんなに落ち込まなくていいな。死ぬよりは生きる方が絶対にいいからね。俺別に今正直他人事だから大したことねえなと思ったのね。まあ、あ、よくある話だなって。不幸な出来事じゃねえや。今は辛いだろうけど、そんなに落ち込まなくていい。とにかく相手の男2、3発殴ってみろ。ふざけんな、この野郎つって。だって子供を産んでから大学行かせればいいじゃん。おめえたちは大変だけどな。でも若くして生まれたからさ、多分、 俺よりちょっと45ぐらいだとして、まだね、子供一人育てるぐらいの経済力がギリギリあるだろうから、自分たちが経済的に支援してあげて、相手の、えでも絶対署名に残した方がいいぞ。相手の両親に、ちゃんと、養育費の件、絶対それだけはマジやった方がいい。産むんだったら。本人に逃げられて知らぬ存ぜぬみたいなことされるから、男なんて、ほんと17歳なんで子供だから逃げるぞ。養育費は絶対もらった方がいい。半分半分払ったけ。そこマジちゃんと滞りなくやった方がいい。 で、いざ生まれてきたら可愛がると。いや、大学行けるべつ。子供生まれても大学なんか行けるべ。で、本人が行きたいんだったらね。子供がタバコ吸い始めたら殴る。ん何吸ってんのっていう、まず聞く。セブンスターた殴る。<laughs> おめえタール14ミリはマジだろって。そりゃいけねえ愛こそにしろ <laughs> まずそういうかな。今、次男が1歳なんだが、ゴムが破けてアフターピル飲んだのに生まれてきて心配だったけど、可愛くて幸せだぞ。下ろさなくてよかったと心から思ってるぞ。ほほんとに、悲観する必要ないね。もう、産むと決めたらもう、 ポジティブに産んであげた方が子供のためだな。で、10年後笑う。もうめえよ、17の時子供、作りやがってよ、パパ。その時はごめんね、グビ。酒でも、酒の魚になるな、おそらく。すごいバットなニュースでもない。ただ、ムカつく。いや、お前も2、3発は殴ってくれ。俺の代わりに相手の男二2、3発殴っといてくれ。しかも相手の両親の前でな。そしたら、いや、うちの息子が悪いしなって。お前が悪いぞって。えー、クソヤンキーだった。 そりゃ問題だよ相手がクソヤンキーだったら、もうそりゃダメよ俺しかも勝てねえのかよって、そりゃもう自己嫌悪に次ぐ自己嫌悪よそんなことされた上で、パワーでも勝てないんでしょつれえよ。続報を待つ。娘が繁盛かオニアと付き合ってたらオニアだった反対するし、繁盛だったら反対しないかな。俺にも選ぶ権利はあるから。<laughs> フォイだったら普通に反対する。理由は入れ墨入れすぎ。 女癖悪いからとかでて、入れ墨入れすぎだから反対する。ダメ、やめてって。あの人は入れ墨入れすぎだからって。そういう反対しますね。僕だったら。影響で娘も墨まみれとかになったら怖いから <laughs>。パパ顔にも入れちゃった漫字みたいな。あいつだって、LINE で漫字使ってくんだぞ。入れるだろう。多分嫁との、<laughs> 彼女との LINE にも漫字使うだろう。で、俺の娘のにも漫字の LINE 送ってきて、ね、パパ、俺、私漫字の、 タトゥー入れていいっつって。拳に万事とか、ね、第二関節の下のさ、指のところに万事とか入れるだろう。入れるなら加藤純一って入れてほしい。指のところに。それだけ許す。タトゥーは。俺反抗期あったよ。中学校の頃とか夜家帰ってなかった。家出とかもしてたよ、人並みに。めちゃくちゃ補導されてたよ、だから俺。補導されてた。やっぱり、でね、10時過ぎて未成年がさ、しかも俺学生服でうろついてたから。すごいベタな、チャリンコ動いでた。学生服でチャリンコ動いで補導されてた。 で、塾の帰りですって言ってた。悪事や聞いたから、ああ、塾の帰りか。気をつけて帰んなさいよ。でも、可愛いい夜遊びだけど、12時には家帰ったりしてたけど、眠くなっちゃうから。初めて朝帰りしたとか、高校生とかじゃないかな。よっちゃんちでパープルやつってたら気がついたら4時だった。それが俺の初めての朝帰りかな。2回目の朝帰りは、よっちゃんちで、FF4 のピンクの尻尾。あいつが9時間かけて撮ってて、俺ずっと見てて朝の7時になってて。それが2回目の夜遊び。 プリンプリンセスに、ずーっと9時間やってんのを、後ろでずーっと見てた。二人っきりで。で、三回目の夜遊びは、よっちゃんが、桃鉄99年、100年一人で、赤鬼と戦ってるのを見て。<laughs> あいつ赤鬼と100年やってたんだよ。で、後ろでずっと見てたんだよ。20時間ぐらい。すげえなー、つって。赤鬼三人バーサスよっちゃんで、もうすげえ強くね、つすげえ強えなー。ほぼその会話だけ。 つまんねえじゃん、だって赤鬼とやっても。も全部俺の物件だって言ったから。あの時はな、1000兆ぐらい持ってたら今月収15万ぐらいで頑張ってたけどな。だいぶ子供の頃思い描いた未来とは違うけどね、二人とも。あんなに億万長度だったのに。電鉄という電鉄を買い占めて。よっちゃんの子供、あの子供写真知ってるよ映像も見たことある。あったことは俺ないんじゃないかな。なに一緒のタイミングで子供を作ろうって言ってたのにさ、あいつら先に子供作ってさ、カブトムシみたいにな、なんか子供同士で、ねえ。 戦わしたかったよな。君に決めたって 3, 3人ずつぐらい作ってさ。子供一緒のタイミングで作ろうなって言ってたのに。俺とよっちゃんとてんぐちゃんは3人で言ってたのに、それって。まだ間に合うかな。2人目を同じタイミングで作ってほしい、俺と。<laughs> なんで子供作らないか教えて。え、子供作らない,といか、子供って多分セックスしなきゃ作る、できないじゃん。で、俺がさ、あのー、普通に12時まで配信してんじゃんで、 さっちゃんは12時からエイペックスしてるから、顔を合わせないんだよね。スーパー、なんだっけ、なんとかの練習してるから今。いや、でも別に仲悪くないよ。本当に言ってくる。仲全然悪くないよ。この前も一緒にご飯食べに行ったし。仲悪くはないんだけどね。やっぱ友達に近い感覚なのかな。子供作らないと結婚してる意味ないって方さ、よく言ってますけど、本当そう思う。何も変わんないからそう。で、わかんない。財産分与とかがあった方が女的に、ね、気は楽なのかなと思うけど。 言っててまずいと思うのよ。別に思わない。でもな別に仲良しは仲良しだし。お前の血はここで育える方が風情があっていい。風情だけで俺の遺伝子をの <laughs>、是非を左用されるの、そんな。昔々、こういう配信者がいたんじゃ。みんながなんで、じゃあみんなの、その代わりみんなの子供に伝えていってくれない教科書載せてくんない配信教科書に。 子供をしにのどうしてエッチしようと思ういや、なんかね、セックスを、その子育てのを目的としたセックスって、もう本来の俺のセックスじゃなくなっちゃうな。できない。そういう目的だとしたらできない。で、横島な感情があるとチンコ取らないな。チンポがビーンみたいなさ、そう。じゃ、まず、あ、じゃあ、子育てし、あ、子作りしましょうっていう目的があって、じゃあ、用意スタートじゃなくて、え、なんか、なんかわかんないけど、チンポがビーンの時にしたい。エッチって。 気がついたら、交尾し、気がついたら交尾してたい。旦那が私と付き合ってから AV を見てないと言うんですけど、本当だと思いますか何年ぐらい付き合ってるいやでも優しさでしょ見てたとしても。優しさじゃない優しい男だな。まあ、見てると思うけど、だそこは最近おすすめの AV 女を教えてくれなくなった。<laughs> 優しさ。<laughs> 必死さとも言う。俺も嫁にしこってないって言ってるけど、毎日しこってる。 で彼女いる人とかさ、嫁いる人に聞きたいんだけどさ、オナニーするときどこでするかってすげえ問題じゃない俺、サッちゃんがエーペックスしてるときに、リビングでするオナニーが一番気持ちいいのね。トイレですんの足ピンしないでしょうもなお前らがしてんのオナニーじゃないよ。コメントすんな、きめから。足ピン以外はオナニーにあらずだよ。クソきめえな。トイレで座って。足 <laughs> ピニストがよ。<laughs> 俺、足ピニストだよ。 アルピニストみたいなかっこいいだろう。リビングでやっててバレたことあるけど切れるもん。てめえ、男のオナニーに口出しする女は、本当に、ゲのゲだ。だからてめえはシュタインズゲートと夏目友人帳が好きなんで気持ち悪いなっていう。歌も下手だしっていう。そういう時に使って。夏目友人帳とシュタインズゲートは。俺のモラハラ、モラハラレパートリーの中の、もう最たる例だね。もうそんなこと言われたら俺夏目友人帳と下着めちゃくちゃばかりするよ。感性が腐ってんだよ、てめえは。つって。 俺は肯定することでできない。そう、夏目友人帳俺も見たいよ。どうせ面白いじゃん。でもそれを見てしまったら彼、彼女がやっぱ好きなものを否定することで、やっぱモラハラって成立するから、ムカついた時に言える、レパートリーとして俺はだから見ずに撮ってあるの。朝さ、面白い漫画何って言われた時に夏目友人帳って言われて中身ちょっと聞いたらクソ面白そうだったもんね。でも俺は見ない。これが俺のプライド。チーカーは可愛いから見てる。癖になる、あれ。チーカーは。<laughs> 彼女にブスって言われることがあり、クソムカつきます。彼女もブスなのに。なんか、うまくいきそうだな、お前らは。うまくいきそう。なんか。草むしり検定のやつよかったね。どうして、なんだか受かったけど、嬉し、嬉しくないや。こういう時って、どうすればいいんだろう。一緒に喜びを分かち合えない時って、どうすればいいんだろう。なんだか、もう、朝かと。で、あの、照明写真の顔がどこか悲しげな、チ割れな。深い。 チーカーで一番好きなのは俺はハチ割れ。あいつ渋い。<laughs> あいつゴキ2回も落ちてる。ハチ割れ洞窟に住んでるのがいい。チーカーがなんかあのあんないい家住んでるのハ、ね、チ割れ洞窟に住んでるのがいい。はあ、ボーラの匂いがする。なんだかもう朝かと。癖になる顔してんだよね。あとご飯食べる時の顔が好き。ジュルルルルルルみたいな。え、チーカーってモチパーティーできんの？ 前やった俺。俺 YouTube でしか見たことねえわ。え、じゃ、全部見れるんだ。超チーカー見て。焼けたパンにバターぬりぬりーあっさー。あっさーっさー今のってトカゲ死んだかな俺トカゲ飼いたいんだよねって話したんだけど、トカゲって大きい音に弱いよって。2キル目。<laughs> お前もそんなにクソでかいくしゃみしてるけど、ダサくらいの年にうう、うぅ。 しか言わなくなるのかな打足のくしゃみって何、なにうぐらい。ふう前の彼女がエッチするときだけ関西弁使うから寒くてないな。なにど、普段、普段、それ絶対前の男の影響じゃん <laughs>。なんていうのごめん、関西弁のエッチってわかんないんだけど、な、なんていうのほんまに気持ちいいみたいな感じ <laughs>。あかーみたいな <laughs>。めちゃくちゃ笑うわ、俺、それ <laughs>。なんでお前エッチのときだけ関西弁なのみたいな。 宮川大輔じゃん。それちょっと俺も気散っちゃうな乳首ドリルすなとかいうの。<laughs> 急にそういう関西弁スイッチ入るのかなちょっと嫌だね。それちょっと嫌だな一番嫌かもしんない。てあの嫌だっていうか、おもし、おもし、おもろくない関西人でも解散、関西弁でえっつせんぞ。<laughs> 憧れがあるのかな集中できねえな。 普段から関西弁のやつが別に関西弁でっててもいいけど、急に出てきたら笑うね。しかもコテコテの関西弁だから気持ち悪くなった。もっとついてくれへんとあかんで、とか、<laughs> ほんまにお前のしょうもないエッチしよ、しよって境に、もっとガンガンついてくれへんといかんで、わしって言ってた。コテコテの関西弁、それお前らの笑かし、それさ、もう彼女なりのさ、が面白かったんじゃない ほんまにしょうもないチンコやでほんまにもう大阪弁のじじいみてえな。笑いを取りに来てるの、それな。<laughs> ほんでな腰はこうやって動かすねんでって言われるそれは面白いね。いい彼女だな。俺に紹介しろよ、おもろいから、そいつ。俺が、俺がエッチして録画して、録画して一生笑ってたよ、俺。浮気に入らなそう。<laughs> しかも沖縄出身の女。 ハイブリッドじゃねえかよ。沖, <laughs> 沖縄でいいじゃねえかよ、じゃあ。あ、そうなんだ。沖縄出身で、普段標準語でセックスの時だけ関西弁。わけわかんねえな。謎、結構気になってきた、俺。久々に恋したかもしれない。<laughs> 前のとこで、おい、関西弁で会おう、会げって言ってたな。<laughs> 屈折しすぎだろ。俺が必要以上にケツの穴を舐めるのと一緒なんだもんな。他人には理解できない、尖った性癖があるんだよ、男には。あら、なんか子供の話してたら、 おいっ子が東京タワーで遊んでる。え、俺が足首をさ、捻挫したトランポリンしてんじゃん。な、こんなぴょんぴょん跳ねれる。子供は、なんだっけ、あの、レッド。レッド東京タワーみたいな。<laughs> 久しぶりにあれ見返せ、あれ、あれちょっと見ようぜ。あの、3センチの段差でだ、あの、足を捻挫する加藤順一見ようぜ。久々に。あれ、勇気もらえるからね。下には下がいるんだなって。自分より劣ってるものを見て、勇気もらえる。 あれ癖になって未だにうずくからね、ほんとに <laughs>。あれうずくんだよ、未だに。2センチの小ジャンプで捻挫した瞬間を見る加藤純一を見る加藤純一でいい。ちょっと待って。<laughs> <laughs> <laughs> これで捻挫したんだよ、俺 <laughs>。ねえ。俺で喋っ,ったんだ <laughs> これだけにするかなあおかしい。<laughs> これで捻挫したんだよ、俺。<laughs> かわいそうじゃない最近もね、よく捻挫、捻挫もどきみたいなするんだよね。足の可動域が、アキレスけの切断した人より弱いのね、俺。かわいそうじゃないマジで可動域が少ない。ジム行ったり昔はしてたな。でもほんとにコロナのせいで行かなくなってから、もう一切行くのやめた。 で最近それを解約した。原因に心当たりないんですか運動不足。公園でなんか懸垂する生放送とかしようかな。もう運動不足だよ。本当に運動不足。キャッチボールできる公園でキャッチボールしてたら警察呼ばれること、呼ばれたことがあって、意味わかんなくないキャッチボールしていい公園があるのね。で、そこでキャッチボールしてたら警察呼ばれて、え、こうやってでもキャッチボールしていいんですよね。その警察に聞いたの。いいんですけど、一応通報されたんで、す。はい、って気まずくなったの。一応見に来ました、って。 警察官4人ぐらい来て。なんかババアに通報されて。意味不明だよね。通報したやつを捕まえるべきだよな、そんなんな。危ないからキャッチボールやめさせろって通報があったんだろうね。なんか危ないやり方とかを、危険なボール遊びをしてるって思ったんじゃない今最高、最大何キロも出せる。2年ぐらい前に、107キロ出たのね。今やったら多分マジでマックス100キロぐらいだと思う。でもその時も、心のどっかで地球へのダメージを考えながら投げたから110は出ると思う。でも、 まじ、マジやったら二度と肩上がんなくなると思う。全力で、ブヤーって投げたら、肩上がんなくなるけど、110ぐらいじゃない ?2 年前で107だったから。で、それでも、相当、肩痛かったから。でも確実に肩言わすだろうね。2ヶ月ぐらいかけて、肩作ってって <laughs>、やんないとマジで怪我する。本当に怪我する。投げるはマジで肩やられる。本当にね。打つのって劣化しないんだよ。本当に。投げるのはもう、 投げる走るマジでできなくなるから今のうちにやっといた方がいい。な向こうズとかでさ、1年ぶりとかにポーンと行ってバッティングしても意外とできちゃったりするのね。この前もホームラン戦の他にポ本打ったし。バッティングって意外と変わんねえんだよ。でも投げるのはマジで劣化する肩甲骨なのかな関節の問題なんだろうね。まあでも俺トミー・ジョンすればいいから。でも1年半、ね、リハビリしなきゃいけないから。若返りたいと思う別に思わない。今が一番いい。 今の自分が一番好き。でも、俺さ、右肘の人体はダルビッシュに上げてるって決めてるし、上げるって決めてんのね。で、左肘の人体は佐々木朗希に上げるって決めてるから、もう俺に残された人体って少ないのね。上げれる。いや、俺の人体上げる。マジで。なんかあったら。綺麗な人体。一番綺麗な人体を上げる。手首のやつも上げる。で、大谷見も上げる。膝の、膝の一番いい人体上げる。もう歩けなくなってもいい。大谷の人体に使ってもらえるんだったら、俺でいいよ。右膝の人体上げる。 全十字人体あげる。<laughs> じゃあ俺の人体お前にやる。ありがとう。だったらお前の人体あげればよくないそんななんか、ベルトコンベヤ式にあげるんじゃなくてさ。その代わり俺一生自慢するけどね。あの人体俺の人体だよって。お前のあの誰に対する思い入り不思議。<笑><笑>ダルビッシュがヒカキンから、もう、七八年前の、六年ぐらい前の話よ。ダルビッシュがさ、ツイッターでさ、ヒカキンと絡んでずりーと思って。 んで、俺が、俺のが好きなのにヒカキンとかなんでんだよで俺のジンあげますって言ったら仕方されて、で、6年越しに、そのリップ来た。ありがとうございますって。マジで嫉妬した、あれ。<laughs> 結婚式でダルビッシュからメッセージもらったきすげえ売りそうだった。なんかヒカキンだった。ああ、ヒカキンじゃーんって。うわ、ありがとう <laughs> ちょっとさ、ビジネス入るじゃん。ああ、ヒカキンありがとう <laughs> うわ、え、なんとかさんじゃん、ありがとうって <laughs> だ,だダルビッシュ <laughs> ってやつよね。<laughs> 人間って結構素直な。俺結構素直なとこあるから。 あれ、簡単。簡単語が出た。ダダ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 だダダ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 だダダ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 ダだダダ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 だダダ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 ダ 俺、嫁よりダルビッシュの方が好きなんだよ。しょうがねえじゃん、もうそれは。序列はあるから。ダルーって、そんな、そんなこと言ったことないもん。サッチャに。サチーなんて言ったことないもん。松井だったら気絶して失禁して、そのまま救急車運ばれて死んでたと思う。野球と政治とあと何の話がやばい,いんだっけなん,かなんだっけな人前でしちゃいけない話は、野球政治、今日全部したけどね。うち別にそういうのないんで。なんか良しとされてないよね。まあ、野球は半分冗談だけど。 政治と宗教はなんかあんま良しとされないよな。でも日本だけじゃないそんなことない今の時代は FPS 加藤1一 v 1 0話。<laughs> この話を人前でしちゃいけないんだ。なんで FPS はしちゃ,ゃダメなのなバカがシャシャリ出てくるから。パッドとキーマウ論争みたいな。でもそれがあるのって APEX だけじゃないあんまり他で聞いたことないんだけど。<laughs> 一人だけ個人名とか逮捕か。俺逮捕だよ。今気づいた 巨人逮捕卵焼き。俺は概念になったんだよ、そう。バロもゼータが負けたから気持ちの悪い奴がたくさん湧いてる。え、な、な,なんでなんで、なんでダメなんで、負けちゃったら、弱え弱え、みたいな。でも今やってるやつってさ、結構でかい大会じゃないのもう。日本大会出られなく、日本の大会に出られなくなった。なんであー、なるほど。日本で大会があるのに日本が出ないからか。世界大会。まあでもそれはもう仕方ねえ。だって、絶対、 それは仕方ねえな。それはまあ、期待値込みでの悪口みたいな。残念。的な。どこまで行ったの ?4 位結構すげえ。結構すげえ。アジア6位。アジア6位で叩かれるって絶対クソ強えんだな。俺たちなんてさ、ベスト12で賞賛されてたよ。神様仏様ムラッシュ様っつって。アジア6位で叩かれてんだ。 日本の予選の予選の12位で褒められてたのに。まあでもな。それだけ期待値が高かったんだろうな。選手がクソ叩かれてるんだ。下手クソみたいな。プロなら絶対やらないミスで負けた。どういうミスだろう。それって見れないのあれって確かさ、大会後だったらミラーしていいじゃん。そのミスを見たいんだけど。クロー、この人なにゼータのエースみたいな感じ。クローってなんだっけあれだよねイニシエーターだ。 いやー一番大変そうなところで責任を大変だよな。プロの人たちに聞いてみてほしいわ、思い切って。100人が100人あれは仕方ねえぞって言いそうだけど。いいプレーは目に見えず、悪いプレーは目立ちやすい。そういうポジションなんだろうな。お前と同じぐらいのシルバーとかゴールドが叩いてる。<laughs> まあでもそういう奴らがメインの、そのね、ピラミッドのさ、下の方がやっぱ広いじゃん。理解できねえんだろうな。 俺たちには。何位までに入れたら世界大会出れたのうわぁじゃあもうちょっとだったのあと1回、2回勝ってればいけたんだ。えっと、3、7時間に32分30秒。クローが顔出す時にシェルター、ショルダーピークで敵を煽るだけでいいのに、うちも、ま、あチラッと見せて、みたいな。そういう刹那的なさ、もうわかんない。ミスかミスじゃないかわかんないけど、でも人間誰しもするからな。で負けて叩かれてようやく一流だからね。やっぱゼータってすごいんだな。 勝って賞賛されるやつなんでさ。まだまだ。でも物言わぬ支持者もいっぱいいることを忘れないでほしい。俺、応援してるからね。日本チームは、ね、そういう時は全力応援体,体制だから。物言わぬ支持者もいっぱいいるんだよ。宿命か。お前の運転手スミスを最近破壊の限り尽くしてる。あいつ最近なんか俺の運転手来ねえな。どっちが本文だ首すんぞ。首すっか。ちょっとアイコス買ってきてスミス。 バロなんかいいから。バロランて俺の方が大事だから。あ、不当解雇になる。あ、じゃあ、そっか。結構やっぱきっちいな。いや、テリアじゃない方買ってきたら俺って,って、全然ですね、やつ俺のバンダルでぶん殴るよ。玉じゃねえで、お前一番お、あれ、いてえ、あの、持つ方で殴っかんな。カメやるテリアだっつってんだろストックの方で殴るよ。今日朝ミリオンズのランケやスだ。俺のアイコスも買わずに 俺アイコスの買い方自分じゃわかんない <laughs>。こんなにアイコスってんのにアイコスの買い方わかんない、れ。わかんない。アイコスってどうやって買うか、マジでわかんない。コンビニで買うのタバコと一緒自分で買ったことない、アイコス。そう、王子、王子様 <laughs>。ピンって言って、ジーって。ジージが買ってきてくれる。もういいよ、横山緑が19歳のディズニーの写真はもう今日だっけそれ昨日だっけ本日4回目です。 てことは俺相当長い間で脱散してそう。8時間も喋ってんだ俺。あーそんなに喋ってんだ。早っ。横山緑の話したら今日かよ、あれ。ゼタは叩かれてるからまだいいよ。もう一つの日本チーム DFM は一回も勝てずに叩かれてもいない。まあだから一流の宿命なんじゃろう。まあでもそんだけポジティブに捉えられたらさらに強くなるだろうな。なんかでもまそこまで煮詰まってきたら才能とかいうレベルになってきそうじゃないどうなんだろう プロゲーマーはサラリーマンより絶対金もらってるでしょ。グッズの売り上げとか半端なさそう。わかんない。給料事情マジでわかんねえわ。スミスの時給は150円。あいつ最近出勤してこねえし。トップ層は1億とかもらってんだろうね、多分ね。でももらってない人が大半じゃない苦労送りました、ありがとう。出たこの CM! うまっうまっ <laughs> なんであれ避けれんの ここかあここじゃない今のシーン何がダメなのごめん俺分かんないんだけど今のシーン何がダメなのななごいあの何がダメあの分かんないんだけど俺あゼータは会場側 2>, 倒倒2対1で会場通ってんのに簡単ああブリーチがえー、でもそんなんでたたかれんの10 10れ <laughs> 右と左どっちが仲間ですかこっちが仲間のこのラウンドか 今のはエコラウンドだもんねうわこんなシーソーゲームだったんだお前早くて分かってないだろう何も分かんないよここまではね何にも分かんない今のところは半分の速度で見る OK えっとスピードを零点五こで見ますこれで俺の世界と一緒だいたい上やったら分かるえこれ A 攻めてんのこなエントリーしてんのにうまい あなるほどデュエイが2人いるから別にできんのかまだ設置されてないよねこれされたのかなそれすら分かんないや、3対5じゃんああなるほどあでも2対3対3うまっあうまいこここっからなブリーチのスキル出してフラッシュ出して こいつが、天才的に避けて、設置通ってます。止める術がない。黒がール、これダメなのあ、モロトフで時間稼い、あー、なるほどね。モロトフで時間稼いで、そしたら、設置通ってたじゃねえかよ、みたいな。いや、でもこれ仕方なくね。こんなのさ、今のだって二分一じゃねえ。出なくても解除阻止はできない。 打ち合うリスクが高いからってことか。解除まで行ってんだから、クロウが顔出さなかったらモロトフ投げ、ああ、なるほど。敵のモロトフ投げられてたと。あそこで出るプロはいない。でも、そんな、ゼータに勝てる日本チームなんか一つもねんだから、多分、日本の、なんかチームが、だったらお前ら勝てよってなっちゃうから。いや、でも俺、そんな叩かれるべきとこじゃねえと思うな。あれ行ったんだよ。 行くってもう、中途半端、なんか、出てさ、よくやる、あ、あ、ず、ってさ、背中出して打たれたら、いや、それプロとして、あれだろうと思う。いや、これは俺別に叩かれる筋要じゃないと思う。行ったんだよ行くって選択取ったんだからしょうがねえだろ。お前がやれよ、じゃあなあ。一つもミスしなかったら世界一取れてるよ。まあな。そうだよね。いや、これ本当にそうだと思うわ。あそこ座って試合しないとわかんない子、本当そうだよな。マジで思うわ。仲間からの指示、そうやって、 出てたかもしんないしさ。本当にそうだよな。コミュニケーションしてた奴らにしかわかんないものがあるんだろうな。それは俺たちは見てるだけだからさ、ピークすんなよって言えるかもしんないけどさ、仲間の解除のパーセンテージとかさ、であそこでピークして自分が倒されても解除通しきれる時間だって思ったかもしんないじゃん。その詳細ってさ、本人はわかんないからな。解除のパーセンテージってさ、自分が解除しなかったらわかんないよね。今何パーとかわかんないもんな。神様視点だとわかるんだって、それが。 わかるっけ味方だったらわかるんだっけそれすら俺はわからない。まあお前が三ツ山に切れて、いや、あれはもう一生俺忘れないよ。五十嵐の152キロを、あの、真ん中高めの、あ、もう一回見るあれ風化させちゃいけない。巨人ファンは。あれ100回見るよ、俺。今後も。いや、それと、苦労を一緒にすんだ。苦労がかわいそう。あれは、中学校2年生だったら振らないから。あれはマジで、絶対許されない。あれ苦労に謝れ、お前。 三否両論ないもん。あれ、ピシしかなかったもん。やってんだよ、三津山 <laughs> 三山だってホームラン打てると思ったんだ <laughs> 打てると思うな。<laughs> せめて一球で気づいてほしい。打てねえって。三球打ったんだよ、あいつ古田がジャンプして取るような高めのボールを。でもあれ、四打数三安打の時だよな。<laughs> 調子良かったんか。じゃあ俺が三山の背景を知らずにその部分だけ、めっちゃ覚えてたのかもしれない。 でここ踏んだよ一球もバット持たねえで入ったらフォアボールだろって。まあでもそれだけ期待されてるってことだ、黒。次の大会で頑張れ。上で待ってるよ、黒。俺は。小林よりも、今の小林だったら俺が出す方が期待できるよ。俺一球も振らねえから。小林振るからね。フォアボールの可能性があるから。俺めちゃめちゃ被るし、ホームベースに。ものすごい重心下げて被るから。フォアボール取れる確率があるけど、小林振るからね。 青木のりちかより被るよ、俺。でも、キャッチャーできるが、頑張る。しかも俺、ビヨンドだし。ビヨンド持ってくからね。しかも、軟式でしてもらうからね。普通に。いや、てめえの土俵でやってんじゃねえぞ、つって。軟式投げさせるよ。フルキっは古木、古きじゃねややっぱ、振るね。いざ今、俺も自分に例えたけど、俺、振るかもしれん、みんな。振ったらごめん。俺、フルキだ。俺、フルキだわ。いや、その自分のエゴを押し付けるってことは、俺、フルキだ。いざ。

それか、<laughs> どっちどっちがいいその日の気分でパンチクラブと、ピッチャーで、俺二刀流で、一応二刀流だから、ピッチャーで登板するときはサンドストーム、バッターで登板するときは、登場するときは、パンチクラブ。その二択だね。彼女一の応援歌作らせる動画撮るいいね。<laughs> 作ってくれよ。あれしようかな久々に。 オープニングのさ、プロレス、プロレスリング柴田みたいな、あれ作ってもらおうかな。動画の最初の8秒、それ、だからそれで毎回始まるみたいな。その選手権やろうかな。オープニング選手権。みんな作るでしょ。フルで作って、毎回それ流れたらダリーから、なんかあの、5秒ぐらいの簡易版。あれ欲しいんだよなアイキャッチってなんだっけあ、テンタテン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 ってやつか。 え、でもさ、YouTube ってさ、広告さ、8時間の動画だったら、20個くらいつくじゃん。毎回それ流すの。CM の前後に。手動で全部 CM つけなきゃいけないじゃん。地上波にしとこうかな。あれさ、オープニングだりーからさ、エンディングにしようかな。動画の最初にオープニング流すと再生数減るからみんなつけなくなった。<laughs> あ、そういう理由でつけてたのみんな。エンディング良くないあれヒカキンの動画って最初何で始める ブンブン、ハロー YouTube、どうもヒカキンですか今回の動画なんですけど、みたいな。あ、ヒカキン TV、エブリデーだ。それ毎回ついてるよね。マスオ TV もついてるの、なんてなんかさ、ここぞという時に流す、あの、じゃあオープニングつけてかさ、普通にさ、1分30秒くらいでさ、オープニング曲みたいなやつを歌ああの、歌詞、本物っぽく、あ、これ本当の歌詞ですかみたいなやつで作っといて、ここぞという時に流そうかな。 毎回は流れないけど、一年に一回流れる。エンディングに、いいシーンでも、その、なんかオープニング曲が流れる演出、俺好きだから。あの演出いいよな。そう、ロマンティック上げるような流れるドラゴンボールとか、すげえいいじゃん。ドラゴンボール GT の最終回の、あの感じ。昔はあったんだけどね。ニコニコでやってたんだけどな。最近やってねえな。オープニングとエンディング、エンディング作る枠。二回流して毎回やめるけど、いつも。 ちょっと俺飯食ってくるわ。飯食い終わって1時間後ぐらいに再開するね。キスしてお別れね、一旦。